皆さん、こんにちは。今日も MC を務めます、中田浩二です。よろしくお願いします。アントラーズ 100% 応援副音声番組、地下ライブを始めていきたいと思います。また、今期最後の開催となる地下ライブは、今日はクラブパートナーでもあります、ソニーネットワークコミュニケーションズ様のご協賛のもと、ソニーネットワークコミュニケーションズさんの、ご協賛のもと、ニューロ光プレゼンツ。ですね、前回もそうでしたけども、ニューロ光プレゼンツでお届けしたいと思います。なお、この後お伝えしていく試合については、今ご覧いただいているプレイヤー上ではご覧いただくことができませんので、手元の別のデバイス、PC やタブレットなどで画像をご覧ください。またこのシカライブを配信しているプレイヤーではギフティングをお楽しみいただくことができます。シカライブ楽しい、あるいはチームを応援したいと思っていただけた方は、ぜひサポートをお願いします。ギフティング方法はスマホのブラウザでご覧の方は鹿島をサポートというボタンから、パソコンやアプリの方は試合情報の下の方へスクロールいただき、サポートページのリンクをクリックください。なお、ご支援いただく際にはコメントもお送りいただけます。チームへの熱いメッセージ、我々出演者へのメッセージなど何でも結構です。多くのコメントを紹介していければと思っております。皆さんからのサポートによる収益はチームの強化や今後のオンライン企画の実施費用に充てさせていただきます。最後に、本日のイベントでは2つのプレゼントキャンペーンを実施いたします。まず、プレイヤーのプレゼントキャンペーン、これはギフティングしてくれた方全員に、ブエノ選手ですね、ブエノ選手、早川選手、船橋選手のサイン&メッセージ入りデジタルフォトをプレゼントいたします。ブエの、早川、船橋のサイン&メッセージ入りデジタルフォトですね。で、2つ目、どこでもシカビックプレゼントキャンペーンですね。これプレイヤーとは関係ないんですけども、来場者プレゼント企画、シカビックのリモート特別バージョンとして、今シーズンもどこでもシカビックを全試合で実施しています。専用フォームから応募していただいた方の中から抽選で豪華プレゼントをご用意しております。まず、リクシル賞ですね、千田純正先生イラストプリント入り限定トートバッグ、リクシルスポーツオリジナル紙製ファイル付きですね、これを9名様に。リクシル賞はリクシルスポーツの SNS に新たにツイッターアカウントが仲間入りしたのを記念してご提供いただいています。千田純正先生イラストプリント入り限定トートバッグとリクシルスポーツの紙製ファイルを決めそうですね。続いて、アントラーズ賞として、いただきはいつも遠くに、鹿島アントラーズの30年という本ですね、これを5名様にプレゼントします。Jリーグ発足時からクラブを取材するフリーライターの寺野さんが、寺野典子氏が、選手、スタッフ、OB、関係者など約3年かけて取材し、執筆したいただきはいつも遠くに、鹿島アントラーズの30年を、これ限定クリアファイル付きで、5名の方にプレゼントいたします。はい、次にもう一つ、アントラーズ賞ですね。アントラーズ角煮、これ5名様にプレゼントいたします。このね、角煮美味しそうなんですよね。はい。で、最後に30周年記念のクリアポスターですね。これも5名様にプレゼントいたします。ぜひこの機会に応募してみてください。応募はプレイヤーのチャット欄にある申し込みフォーム、もしくはフリークスプラスにアクセスしてください。ということで、それでは、最終回のゲスト、皆さんも楽しみにしていると思いますので、読んでみたいと思います。奈良さん、本山さん、お願いします。あ、本さん、お願いします。よろしくお願いします。強いな、強いな、奈良さんが強いな。強いな、奈良さん、お願いします。よろしくお願いします。今日は奈良さん、ニューロ光プレゼンツということで、はい、はい、この格好で決め込んできました。しっかりとね、はい、しっかり決め込んできました。大泉洋さんが CM をね、はい、されてるやつですよね。はい、そう言われたので、しっかりとすべて込んできました。
はい。さすがですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと笑っちゃう。踊れるんですか？はい。踊れるんですか？あ、踊るみたいに。すいません。控えさせていただいていいですか？そこは。はい。ちょっと見たんですけど、マスターできなかったので。おじさん時間かかるからね、ちょっとね。はい。はい。そうなんです。はい。吸収力にちょっと時間かかっちゃうんで。はい。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。モスさんも。お願いします。かな？やって呼んでもらえた。いや、結構オファー出してるけど。すいません。はい。現役ですから。まだやってたんで。はい。変わんないね、でも。うーん。ちょっと髪伸びたぐらい。髪ね、今年ね、切ってもらったことがなくて。自分で全部切ってたから。あ、そうなの？こんな感じになっちゃってる。なるほど。はい。奈良さん、ぜひ。自分で切るんだ。そう、自分でバリカンとかハサミで切ってたから。だからちょっと伸びちゃってるけど、すいません。みすぼらしかったらすいません。いや。見てる皆さんが。いや多分おじさんよりは。僕の方がいいらしいですから。いや、顔がよく見えるんで、奈良さん。まあ、今日ね、ニューロ光プレゼンツということで、やっぱ、はい、まあ、どういうゲストを呼ぼうかなと。まあ、奈良さんは絶対、大泉洋さんのあの CM のキャラクターやってくれるなと思ってたんですけど、やっぱ、まず速さが売りですから。ニューロ2人は。っていう意味では、早い2人がね、来ていただけるかなと思ったら、よかったです。やっぱ速さ。あとはね、あとは、そうですね。まあ、これ、ニューロ光ね、結構引いてる選手もいるんですよ。選手もいるし、スタッフもいて。で、はい、メディア担当のシカライブ、この運営スタッフなんですけども、自宅でニューロ光を引いてて、リモートでの在宅勤務もダゾーン観戦も快適とアピールしてます。うんうん、はい、そうなんです。大事です。そうなんです。ニューロはね、もう早い、安い。だからね、結構ダゾーンとか見てても止まったりするじゃないですか。そういうのもね、スムーズに見れるようになると思うので、すごく快適にいけるかなと。はい、あとはマレーシアにもダゾーンを通してほしい、本当に。ねえ。だから、今日は本当は見れてないので。はい、見れないですよ。うん、今日はマレーシア、今日だからもう試合はいいかなと思ってるんで。いや、だから、試合もほら、音声番組、音声番組なので。はい、元のマレーシア事情と奈良さんがいつ歌って踊るか。お終わりまでに覚えるってことですか。終わりまでに終わりまでに覚える。頑張ります、はい、少し頑張ります、はい、そう、早さ、あと安さ、お得な特典、これ1年間ずっと月額980円で利用できる。すごいですね、はい、ぜひぜひ。高速なんですね。はい、で今日、そうですね、月額料金、1年間ずっと980円ということで、ぜひ、今、シカライブ楽しんでくださってる方も、ご契約いただければと思います。お願いします。で、どうなんですか、マレーシアは。うん、マレーシアはね、ちょっと状況が、まあ、どこも悪くなってきたでしょ、うん、コロナ のオミクロン株が。うんうん、それでちょっとなんか不透明なところが出てきたんで、今は国的には全然開かれてて、街中にも人はたくさん出てるけど、なんかまた閉鎖的になるかもって言われてるんで、ちょっと怖いですね。ちょっとね、まあ、日本もね、受け入れっていうところで、ちょっとね、いろいろ2点、3点するところもあるしね。それがまたマレーシアも、受け入れがもしかしたら禁止の国がもっと増えるみたいで。うん、そうなるとまた、日本の方も来れないしっていうところになってきてますね、状況的には。なるほどね、まあ、その辺もね、後ほど詳しく聞いていきたいなと。まず、はい、ギフティングも早速いただいてます、キャーナさん、会って笑顔になりたい最終節、複数ゴールを見たいと、はい、カオチャさん、30周年の締めくくり、みんなで頑張って戦い抜きましょうと。はい、ヤマーンさん、3000いただいてます。ありがとうございます。勝つぞ。小林夏幸さん、とうとう最終節でもいつもと同じ勝ってみんなで喜び合う。六甲さんですね。去年の悔し涙を忘れてません。2021最終戦、他力ですが、必ず勝利し、ACL 出場できるよう頑張ってくださいと。
飯間さん、いよいよ最終節絶対勝っていう不本意だけど4位で締めよう、現地で1年の思いを込め応援します。あ、現地行かれてるんですね。ギフティングで YEM さんですね、3000いただいてます。ありがとうございます。元山さんの地下ライブ待ってました。マレーシアのスパイク黒ではないし、セットプレーのキッカーなども新鮮でした。今日はマレーシアでの生活のお話も聞きたいです。はい、試合の時間は仕事で聞けないのでアーカイブ楽しみにしてます。今シーズン最後の試合勝ちましょうねと。その辺もね、後ほど。アンスヌさん、2021シーズン最終戦シカライブ開催ありがとうございます。奈良さん、元ヤンの話も楽しみですが、何より試合に勝ってほしいです。応援頑張るぞと、うん。プリンチョコさん、2000いただいてます。ありがとうございます。中田氏やろう、奈良さん、元さん、こんにちは。最終戦を勝利で終わりたいです。奈良さんの被り物毎回楽しみです。ありがとうございます。元さん、マレーシアリーグのことも教えてください。はい、ありがとうございます。とどろきの鹿さん、1万円いただいてます。ありがとうございます。毎回ですね。奈良さん、50歳おめでとうございます。ありがとうございます。メガネ姿を拝見できるんでしょうか。元さん、魚屋さんからの海外挑戦すごいです。本日のトークと試合を含めて3人が参加予定のスペシャルマッチ楽しみにしています。今のメンバーでの最後の試合です。勝って来年につなぎましょう、すべての勝利のために。もう早速ね、たくさんコメントいただいてますけど、ありがとうございます。ね、もうちょいで試合始まるんですけども、はい、今日のスタメンが、はい、ゴールキーパーがスンテですかね、うん、で、常本、うん、関川、うんうん、町田、うん、安西、はい、でボランチが、ピツカとケントで、右にアラーノ、左に泉、うん、で、ツートップなのかトップ下、荒木の上田綺世、お、こういうメンバーで東福岡の後輩、頑張れ。今日だから注目じゃない、あ、亮太郎は、まあ元見れないんだけどね、いつも追ってる、やっぱなんか亮太郎追ってる、うん、得点もやっぱ取ってるし、うんうん、まあチームの顔にもなってきてるし、まああの城さん以来の 10代で10得点2桁ね、2桁得点達成してるし、だからすごく楽しみにして追ってます。ジョーさんというと鹿島だとジョー・ユーマンが出てくる、いや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 、そこはジョー・ショージの、まあまあ、ショージさんの、ジョー・ショージさんの方ね、ジョーさん以来のジョーさんの10代僕ら知らないでしょ、だってジョー・ユーマン普段してるから、あ、何さん知ってる、同い年くらいですか。いや、でね、だいぶだいぶしたオリンピックはほら、アトランタ世代だから、はいはいはい、4つ、3つ、4つぐらい違う、まあ、ジョーさんの話広げてもしょうがないんで、あ、そう、やめよう、いい、はい、大丈夫、僕らジョー太郎はちゃんと見てるのね、はいはい、元は、いや、追ってる追ってる、やっぱなんかあの年で10代でやっぱ PK 蹴ってるし、チームで蹴ったね、それだけね、任されてて やってるっていうのはすごいなと思うし、ちょうど10点目かな、10点目 PK だったね、そうそうそう、はい、見てる見てる、すごく見てる。元、今日のメンバーで一緒にやったことあるメンバーっている？あの、ね、いない。マッチがユースの時にあのトレーニング一緒にやってたぐらい、一緒にプロではやってない、やってない、スンテもやってないよね、やってない、うん、誰もいない、コウキもやってないもんね、うん、やってない、だベンチに、今日のベンチが沖永と犬飼、うん、長き、ドイエンド、エベラウド、うん、ドイエンド、なんかこう、安、昭和ぐらい、うん、そうだね、うん、そうか、なんかやっぱ最近さ、入れ替わりが激しいじゃん、あ、ね、そうだね、入れ替わり、しかも入ってきてすぐ出ていく選手もいるし、まあ、海外の選手も入れ替わり激しいし、うん、まあ、なんかそこでずっとつな、あの長くやってる選手ってやっぱ少なくなってきてるね、うん、だから、まあ、荒木君とかは、まあ、多分海外挑戦したいだろうけど、うん、その気持ちもありながらも、まあ、鹿島好きで長くやってほしいなっていう気持ちもあるし、まあ、そうだね、うん、できるだけ長くねいて、ね、まあ、タイトルを、ね、うん、クラブにもたらしてほしいなとは思います、ね、すごく、うん、で今日の仙台には周平がいます。周平がスタメンで、そうだ、うん、出てる、元鹿島といえば本当だ。うん。ぐらいかな。うちだもんね。なんか、あいつも元気に面白いことしてるよね。周平？
なんかお酒作ったっつって。あ、そうそうそう、お酒作って送ってきたでしょ。いいの。実家に送っときますとかね。ありがとうって言って。そう。まだ飲めてないけど。そうだよね。入ってない。入ってないもんね。入ってきてないから。まあ、今度ね、帰ってきたときに。そう。年末はなんか東京にいるんですかみたいなメールが来てたけど。あ、それ俺にも来た。ちょっと返せてない。いいじゃない。周平も頑張ってほしい。まあちょっと降格は決まっちゃったけど、仙台。そうだね。粘り強くはやってたと思うから、シーズンずっと。まあ、結果がね、ついてこなかった。テグラムリさんも、まあ、なかなか難しいシーズンだったけど。そうだね。で、今日、奈良さん、はいはい、予想スコアは何対何ですか？予想スコアですか？はい。まあほら、ここ最近、ちょっと複数得点がないじゃないですか。うん、まあそういった意味も込めて、まあ3対0ぐらいで、3対0、はい、こうすっきり勝ってほしいなという、なるほど、思います、まあ同期の監督がね、いますしね、そうですね、同期の監督さんが、はいはい、まあ、映ってますけど、今映ってますけど、はい、しっかりと締めてほしいなと、思いますね。はい、モスさんは？もっと僕も3点は取ってもらえるんじゃないかなって、あのこの前の試合もチャンスは結構作れてて、で、まあ、1点だけだったけど、うん、3点取って、まあ、期待を込めて周平に1点取ってもらって、周平取るの？取るの、そこいいんじゃない？まあ一応可愛いから周平いいんじゃない？いや、取ったけど VAR でノーゴールにしとこうじゃん。あ、それでもいいね。周平がいいね、はい、これにしましょう。そうですね、3-0で、じゃあ一緒です。お願いします。3-0、じゃあ俺は2-0で、おー、いいよ、2-0で当てに行こうかなと。しっかりと、まあ、仙台ももう降格が決まって、うん、多少プレッシャーから解放されてるところもあって、で、まあホーム最終戦っていうので思い切ってやってくるとは思うんですけど、まあ、それ以上に入ってほしいですよね。うん、突戦なんか結構ね、あのしっかり入れた部分もあったんで、あの終始押し込んで、前半特に追加点取ってれば全然いいゲームだったなって感じだったので、今日もそういうゲームを見たいですね。ちょいちょい挟んでいきます。元お願いします。はい、で今ちょうど試合が始まりましたけど、マレーシアのリーグはどうなの？今やってる？今もう全部終わった。全リーグ戦とカップ戦も全部終わって、うん、で今完全にオフシーズンになった。うーん、先週のカップ戦の決勝がやってて、うん、でそれで終わりましたね。今年結局何位だったの？今年結局ね、下から4番目ぐらいだった。前期は上から4番目だったけど、うん、まあ何かどこまで言っていいかちょっと分かんないけど、監督が変わって、うん、で、まあ、日本人の監督がちょっと上のなんか、ポジションに上がって、うん、GM みたいな感じ。そうそうそう、うん、それでなんか監督変わってからちょっと戦術がなくなっちゃってあれ、そのより蹴る戦術になっちゃったんですよ。なんか前に早く前に早くみたいな。元さん何人になったの？監督、まあ、マレーの人だ。マレーの人ね。はい、マレーの人だって。こっちのなんかマレーシアのリーグって、あ、ミリーグっていうか、みんなサッカーってあのプレミア見てるから結構前に早いんですよね。前に速いサッカーをやりたい。で、なんかあんまりつなぐチームはそこまでなくて、で、前になんか外国人を置いて、蹴って、拾ってみたいな感じのサッカーするんで、それにちょっと切り替わっていったんですけど、まあ、なかなか後期は結果が出ず、で、どん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 落ちていって、はい。で、最終的に下から4つ、4番目。3つ目が 4つ目ぐらいになっちゃった。うん、なるほどね。そうなんだ。やっぱサッカー熱は熱いの？サッカー熱はあるけど、全部あれだった。本当ね。なんて言うんだろう。無観客。ほぼ無観客で。あ、そうなんだ。やっぱコロナ。最後のカップ戦が11月の初めぐらいからカップ戦が始まって、それは観客入れて、やったから、うん、最後の試合とかはもうかなり入ってた。うん、けど、そうなんだね。それまでは全然入らない。あ、まあ入らないとか、入れちゃダメで。でも、やっぱプレミアなんだ。そう、プレミア見てるから。それしか東南アジア多いでしょ。多いですよね。タイとかも、ね、まあ、オーナーになってるところも、そうでありますね。ね、イギリス領だったんじゃないですかね、多分マレーシアって。イギリス領だったんじゃないの、多分。そういうのも関係あるのかね。
日本軍も結構来たって言ってましたけど。うーん、白い町ですよ。どうなの暮らしは。暮らしやすいと思う。あの年中暖かいし、まあ、物価も安いし、うん、なので暮らしやすいは暮らしやすい。え、言葉とかどうしてんの。言葉は、地方に行くと結構マレー語しか喋れない人いて困るけど、まあ、英語、まあ、あんまり喋れないけど、まあ、英語が喋れれば通じる。なんか訛りとかあるのマレー語でも。あ、あります、あります。なんか地方に行くと、もう全然言葉自体が違ったりとかしますね。あ、なんかあんまり覚えてないですけど、まあ、数字もちょっと変わったりとか。あ、そうなんだ。すごい。数字変わる。なんか、首都のクアラルンプールの数字の数え方と、コタバルって僕が住んでたところの数字の数え方、途中型ちょっと違ったりとかして。そう、笑われたりとかしてた。それは違うみたいな。へぇ、そうなんだね。今の違いありましたね。で、さっきあったけど、黒いスパイクはやめたの、うん、いや、なんか昔入ってた黒いスパイク、もう作っていただけなくなって。そういうことね。まあ、そうだよね。そう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 、結構、色がね、うん、各メーカー、黒とかなくなってきてるもんね。なくなってきてる ね。黒が珍しくなってきてるもんね。そうそう、そんな感じですよね。奈良さんも黒のイメージしかないかな。いや、でもね、2000年ぐらいから白を履くようになったかな。履いてた？そうだ、履いてたスパイクがなくなっちゃって、うんうん、結局もう白しかないから、そう、白とかそういうところ増えてきたかな。うん、元はずっと黒のイメージだったもんね。でも履けるなら黒履きたかったけど、うん、まあ、もういただけたのが白だったし、まあ、そのもう持っていった靴で全部やってたから、うん、買ってもらうとかじゃなくて、なのでそのスパイクけど本当スパイク2足しか使わなかった。マジで1年間で2足しか使わなかった。へえ、すごくない？練習含めでしょ。練習含めで、でも練習もそんなになんかきつい練習もあんまりなくて、そのチームが。え、練習時間どのぐらいなの？1時間半ぐらいですね、ありますね。まあまあそこそこ、うん、日本と変わらず。まあけどなんか休みの間が多かったり、そのシュート練習もみんなでやっちゃったりとかするから、なんて言うんだろう。あれ、効率が悪いわけね。効率はちょっと悪いなと感じながらやってたけど、まあ、一本一本集中して打てってことだと思って練習してたけど。まあ、いろいろね、考えようだからね。そうなんだね。そうそう。だから、なんか、うん、黒のスパイク履きたいけどね、まあ、いただけたのが白だったからって。白とシルバーのやつ履いてたね、今年。一緒だ。そうなんだ。そう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 。黒のスパイク履いてる人もいないでしょ、試合見てて、あんまり。うん、確かにいないね、今試合見てても。そんないないもんね。白とか、あとはほら、なんか派手な色。派手、はいはいはい、ね。いろんな色が入ってるやつとかありますもんね。そうそうそう、レインボー色みたいな。うん。はい、こういうところが増えてきたのかね。昔はなんか、元三つを、野沢はもう黒みたいだね。黒。昔はね、大昔は黒しかなかったからね。そうですよね。そう。本当に。カンガルー川で。そう。はい。全然、それしかなかったしね。え、マレーシアの芝ってどんなん、結構デコボコなの？このズレは、今のズレは何ですか？同じやつですよね、きっと。多分一緒一緒。いや、一緒一緒。今ね、綾瀬がね、いい形で抜け出して、うん、シュート打ったんだけど、うん、ポストだったの。ポストだった。いい感じの流れで。ね、はい、関川がいい縦パスをこう刺してスポンと入れてね、で亮太郎がそこで前向いて持ち出して綾瀬に、おお、ね、うん、いいですよ。入りは悪くない。入りはね、悪くないですね。今7分ぐらいなんだけど、点取ってもらおう。結構な、その上田選手はチャンス作ってシュートを打てることが多いから、うん、ね、得点の匂いがすごいするし、あと動き出しいいんだよね。だからこうやってボール出てくると多分、うん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 、じ
点取ってくれるかな。だから元みたいな選手がいると多分相当生きてくるよ。うん、間違いない、ね。柳さんって感じ、動きだし。動く、そう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 。まあ、柳みたいにずっとこう絶えず動いてるわけではないんだけど、でもタイミングとかうまいよ。うん、そこをなんか逃さないよね。うん。本当に。今、でゴール前でフリーキックです。左45度ぐらいですか？うん。ね。セットプレス。セットプレー。セットプレー。今、フリーキックで誰蹴ってんの？今、亮太郎。お、今のチームだと、そう、太郎が蹴るか、誰だろうな。でも、え、今年フリーキックで入れた？ないかな。あんま見てない。直接あんまないよね。うん、ここ最近あんまないんだよね。ね。うん。そうだよね。あんまりないなと思う。あとじゃあ、ピトカさんとかは？ピトカさんとか蹴ってプレー、蹴ってなかったっけ？ピトカも蹴ってますね。ね。うん、そうだよね。左だとピッツか、右だと太郎か、今のメンバー、まあ、亮太とか安とか出てないからかな。ジーコさん教えてくれなかったの？昔みたいに。うん、なんかそんなフリーキック直で蹴ってるの見ないかな。あ、練習で、うん、昔めっちゃ蹴ったじゃんね。残りで蹴ったじゃん。そうそうそう。3人とかさ。うん。結構教えてもらったよね。めっちゃ教えてもらった。だっておじさんも遊びで蹴ってたもん。ああ、蹴ってましたね、みんな。本番で絶対蹴んなかったけど。ナルさん、バゴンしかないですもんね。バゴンしかないです。バゴンで、なんか壁に当たって入るとか、うん、そう、そういうのが多かったかな、入るとしたら。入れば OK ですもんね。入るとしたら。入れば、入れば。でも、このね、やっぱりね、ユアスタ？はい。ユアスタだと、やっぱ CRO が決めたあのフリーキックね。そう、あれを思い出すのよ、おじさん。はい、わかります、わかります。おじさん近くにいたんで、うん、蹴らないけどね、全然蹴らないんだけど、で近くにいて、いいところで見させていただいたんで、綺麗でしたよね。綺麗に決めてくれたから。うん、何本ぐらい決めた、ゴージ君？ 3点。あ、鈴木君は数えられるもん。鈴木君2点。2点ちゃったよね。スープ2点。だからガンバ戦2点。で、うん、高橋のりおさんかな。仙台。うん、で、1点の3点。だから結構ね、蹴ってたんだけど、まあそもそも三尾が蹴らしてくんない。そう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 。そうね。三尾が蹴らしてくんない。で、うん、フェルナンド蹴る。フェルナンド、フェルナンド。フェルナンド蹴る。もう、立たせてもらえないっていう。うん、でもあの左足見ちゃうとちょっとね、そうね、うん、恥ずかしくなってきたから、うん、いるのがもうどうぞどうぞどうぞっていう、なんかさ、前ミツがさ、俺が蹴る俺が蹴るっつってフェルナンドが横からさ、バゴーって打ってさ、何やってんだよって言いたくなったけど、それが入ったから言えなかったみたいなね。よくあったよね。だからさ、2人でさ、どっち蹴るでさ、ミツが俺蹴る、オッケーってなってさ、で、いざさ、こうやってあいつ、こうやって時間かけてたら、普通にフェルナンドがバーンって蹴ってね、いけるとかね。でもあったよね。打撃始まってるもんね。打撃、もらえですね。え、モトさんは？モトさん何点ぐらい？振り切ったことないです、僕。ないっけ？はい。うん、ほぼ振り切ったことないです。動画蹴ってましたもん。コーナーキックもあんま蹴ったことないです、僕。そうか。はい。うん、もっと蹴ってるイメージないね。イルスいっぱいいるんで、まあ、野沢とかもやっぱうまかったし。うん、あ、そうか、野沢もいたしね。うん。野沢三つをいたら、まあ、大体どっちか蹴るでじゃあ。まあ、蹴れないよね。はい。確かに。そういう意味では今、フリックでね、そんなに点取れてないから。このセットプレーでは結構コーナーとかではね、点取れてるんだけど、町田が取ったり。アバンテナが取ったり、直接はないよね。直接はそんな、そんなね、なんか一回当たって入ったような気もするしたり、あ、なんかちょっと当たって入ったの見たか気がするな。うん、なんか亮太郎だったかなんかが、亮、うんうん、あ、そう、荒木くんが蹴ったやつが当たって入った、うん。なんかそんな記憶もあるんだけどね。うん、確か一回あったな。こ、うん、ういうことね。ああ、危ない。ちょっとシェアローのがあれかな、
ちょっと早いぐらいかな。早いですかね。ちょっと早いですね。リフティングです。つぼさん、2000円いただいてます。今日も勝ちましょう。本山さんのお話楽しみです。今日はナーゴさんが見れることを楽しみにしています。ナーゴ、ああ、ナーゴね。ナーゴさん。ナーゴね、そっちね。ニャーゴじゃなくて、ナーゴね。ナーゴじゃなくて、ナーゴね。いろいろやってます。これ思いついてなかったんでしょ。ナーゴか、ニューロなんで、アキーロか、どうしようかなと思ったの。うん、なるほど。そう。で、ほら、やっぱりさ、あの、大泉洋さんで、奈良泉って結構めんどくさいでしょ、うん、言いにくいでしょ。確かに。うん、だから、なんか、あの、見てる人に決めてもらおうかなと思って。そうだね。何がいいかね。そうそう。そう。ナーゴなのか。うん。アキーロなのか。うん。はい。奈良泉なのか。はい。それはなんか決めてもらおうかな。あのね、あの、すいません。途中というか、スタートいなかった方、はい、え、奈良さん何してんのって多分なってると思うので。もう一回言った方がいいのこれ。今日、ニューロ光プレゼンツでやってますので、はい、その中の CM ですね。大泉洋さんがされてる格好。今日は。はい。で、奈良さんは。はい。この時は、はい。買ってきました。買ってきました。これだ、このね、このズラもね、うちにあったかなと思って、今日午前中調べたら、ないと。なかったんですか？そう、だからちょっと近くの貸し倉庫に、あ、入れちゃったんだっつって、急に、そうなんですよ。取りたの、これ。急に取りたの、これ。で、あったんですね。ありました。それ昔から使ってるやつなんですか？昔からですね、これは。なんか、何回か見たことありますね。これは見たことあるようなね。これは昔から使ってますね。あの、ですよね。はい。あのこのひげはもうこれで終わっても使い捨てなんで。ああ。はい。もうこれで終わります。これで終わります。なるほど。はい、で、かぶるさん、1318円なんで、これ、りょうたろうの13と、あやせの18かな。CRO、奈良さん、元ヤン、ありがとう。今日は今シーズン最初で最後のアウェー現地観戦です。最後まで前の姿勢でみんなで勝ちをもぎ取りましょうと。はい、マキオさん、中田シアロー、今年もたくさん叱ライブをしてくれてありがとうございました。今日も勝ち点3取りましょう。ジーコさんのためにも笑顔でシーズンが終われますように、奈良さん、元さん、たくさんお話聞かせてくださいと。ギフティングで、ハルさん、1万円いただいてます。ありがとうございます。ユアスタから視聴しています。現地で試合を見ながら叱ライブ見てくれて、うん、ありがとうございます。はい、元山選手の叱ライブ出演、嬉しいです。ありがとうございます。2月26日のスペシャルマッチも楽しみにしていますね。無事帰国して支援できますようにとですね。かなさん、1000円いただいています。ありがとうございます。元山さん大好きな父とダゾーン観戦中です。海外での生活、サッカーの特徴など聞けたら嬉しいですと。ありがとうございます。木綿豆腐さん、ギフティングですね。1000円いただいてます。ありがとうございます。今日すごく楽しみにしてました。うん、元さんの元気な姿を見れてとても嬉しいです。お三方のトーク楽しすぎです。試合も勝って気持ちよく今年終わってほしいです。12月26日の試合も楽しみにしていますと。マジ喋んないですね。ごめんなさい、すみません。すみません。ごめんなさい。まゆさん、1000円いただいてます。ありがとうございます。元さんのスタイル、白じゃないのはそういう理由だったんですね。心境の変化かなと気になってましたと。はい。ゆうみさん、奈良市さんが見た目インパクトが強すぎて話が入ってこない。ごめんなさい。このうち慣れるかな。慣れてほしい。小山さん、顔だからね。すっきりシャキッとしてる感じがすると。慣れてます。真ん中は、ね。現役だからね、元。はい、そうですよ、うん。食事とかはどうしてんの？基本的にシーズン中は自炊してた。作るんだ。全然作るの好きだから。あ、でも、魚、さばけるぐらいだからね。うん、けどね、魚はちょっと怖くてね、ちょっとあんまりさばけなかったね、現地の魚は。CRO、まあ、聞きたいな、元山さんの、はい、その一日。一日、はい。僕の一日ですか。今ですか、はい、あのシーズン中。シーズン中ですね。シーズン中は、朝早くに起きるんですけど、早くに起きるっていうか、なんかアザンっていう音楽鳴るんですよ。お祈り行きましょうとかいう。何時ぐらい、ま、街中に5時50分から1回鳴って。5時50分。1日多分3回ぐらい鳴って。3回4回ぐらい乗ってって、うん、でそれが鳴ったら起きて、年取ったから早く起きるとかじゃなくて、いやそれもあると思う。あと魚屋さんの技術が抜けなくて、あ、そうだよね、魚屋さんも朝ね、それ僕もそうです。いや俺も僕もそうです。朝目覚めるの早いんですよ、本当朝早いですよ、本当に
朝早いですか。早いです。もうおじさんたちだから朝早い。まあ、その話はどうでもいいんですよ。はい。はい。で、はい、起きました。起きて、で、朝ごはんを作って食べて。はい、作る、ん、自分で作る。自分で作る。うん、で、作って食べて、で、その後に、ちょっと、住んでるところのジムとかがあるので、ジムとかでトレーニング午前中。だいたいチームの練習が5時から、夕方5時からだから、午前中は自由な時間で。へぇ、暑いからってことやっぱり。あ、そうです、そうです。暑いので、朝か夜しかできないので。うん、なので、朝練習の時は朝練習けど、朝練習なければ、ジムでトレーニングとかやって、で、昼は自分で作ったり、まあ、チームメイトが3人、日本人いたんで、日本人とご飯食べ行ったりとかして、で、夕方の練習に行って、夜ご飯食べて寝る感じですね。それをずっと繰り返しの感じでした。もうずっと、じゃあ、ある程度もう、規則正しいというか、もう。規則正しく。そういう生活なんだね。あんま、まあでも海外いるときってそうだよね。俺もそうだったもん。そう、2人海外行ってるやん、2人海外。はい。浩二君とかだって1人でしょ、日本人。1人。だったら、なおそういう周期が決まるよね、きっと。決まる。ね。俺は午前中練習が多かったのかな。おお。だから朝起きて、うん、ご飯、まあ、作って食べて、うん、で、練習行って、で昼バーゼルとか弁当やったんです。弁当屋？弁当屋、日本食の。そこ週3ぐらいかな。あと昼作るか、そこに買いに行って、うん、で夜はどっかでご飯食べて、うん、って感じですかね。うん、夜は基本外食でした。そうね、なんかもう、イタリアン、中華、韓国、日本をずっと。回って回るって感じ。なんか日本食がなくて、その住んでるところに、うん、だから基本的には、マレーか中華かタイ料理けど結構脂っこいから、だから自分で作るようにしてた感じ、うん、まあ、外食だとね、そうだよね、うん、マレー料理ってどうなの？マレー料理、地方によるけど、そのコタバルってところはめちゃくちゃ美味しかった。まあ、野菜炒めみたいなのとかも美味しいし、まあ大体は辛いものが多いから。だからあんまり辛いものは食べないように努めてはいたけど。結構東南アジアって辛い系が多い、やっぱり。多いですね、結構。まあカレー系の味付けは結構辛かったりとか。あとチキンが多い。豚が食べれない結構文化で。なのでチキンか牛なんですけど、牛があんまり美味しくないから、チキンがやっぱり、チキンはめちゃくちゃ美味しい、揚げてるチキンとかは、うん、って感じの食生活ですね。なるほどね。奈良さんは料理できるんですか？僕ですか？はい。僕ですか？はい。できません？ですよね。全くできません、うん、なんかそのイメージしかないです。はい、やろうと思わないですし、だからもうどっちかっていうと、後の方ですね。片付けですか？片付け派ですね。はい、片付けはやります。そこは率先してやります。はい、だからそのイメージもあります。はい、そこはやっぱりね、こうほら。まあまあ、こういう話してると、俺、料理できるみたいになってるんですけど、別に全然できないですから。ほんと、僕、できないですよ。僕もできないです。俺も全然作る、だから日本帰ってからも作んないしね。うん、まあ、作ることはあんまり。そんな作んないし。うん、朝ごはんぐらいかな。うん、本当。そうなんだ。今、20分過ぎたぐらいで、00。まあ、ちょっと押したりもしてたけど。少しね、少しずつ、まあ、少し。仙台が。落ち着いた感じ。うん。かな。押し込む時間帯もあるかなっていう。周平どうですか？周平。周平はまあ普通にプレーしてるかな。まあ守備に追われてる時間が長くて。なんか去年も一番最後かなんかに出てなかった。誰？元？シカライブで仙台戦見てなかった？公開。ああ。スタジアム、スタジアムでやったやつね。あ、そうそうそう。じゃあでもね、これ。あれ11月。
そうか、うん、この3人で一回あったでしょ、シアロー。やりましたっけ、あの、ね、途中までシアローとおじさん で途中から、途中から元さんが後半くらいから入ってきたの。徳橋さんでーすって言って。ありましたね。はい、ありました。あったの。あったか。そう、あったの、あったの。大丈夫、そのゲーム勝ったから。うん。そう、去年かな。去年ですね。はい、まあ、ね、去年からしかやってないのかな。あ、そうか。うん、去年多分2回か3回出してもらって。そしたらそうだね。家から。家から2回出してもらった分、うん、で1回はスタジアムに行かせてもらって、 その時は鈴木さんじゃない、うん、高木さんが出てて、なんか仙台がどうのこうのってずっと語ってた。そうです、あれ、それあれでしょ、スタジアムでやったっ、そうそう、スタジアムのシカフェスかな、はい、そうだそうだ、でやった時それ見たもん。いやいや、奈良さんあれでしたよ、その後なんか途中からなんか入ってきたでしょ、おじさんね、コメントで、はい、そう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 、ね、そう、なんかクイズかな、クイズやってました、クイズやったやったやった、クイズやった、クイズやった、そう、いつ使われるのかなと思ったけど、そんなのあって、そうだ、スタジアムでやってたね、そう、仙台戦ね、そうだ、去年も仙台戦やった、やった、ね、去年もなんか守備に追われてるみたいな話してた気がする。今ちょっとね、仙台が攻めてます、うん、仙台の時間だね、うん、ちょっとここは我慢したいかな、うん、仙台もこの前引き分けだったんだね、多分アビスパか、そう、引き分け、引き分け、そうですね、2-2、うん、うん、まあ、監督変わって初戦かな、ね、そう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 、ね、そうだよね、金森に入れられてた、うん、最後、ね、はい、最後やられた、頑張ったよね、金森もね、あれですね、意外と点取ってるし、うん、うん、そう、要所要所で取ってるんだよね、うん、アビスパは今年は良かったしね、うん、今年なんかあれでしょ、5年周期とかあったんでしょ、そう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 、なんかそういうのがあった中で落ちなかったの、ね、そう、うん、今飲水タイムです、飲水タイムです、はい、今ね、コメントで住谷美恵さんからかな、ごめんなさい、今見始めたんですが、奈良さんの顔、頭は何って言ってるので。ああ。そんなやつお願いします。奈良さん、自分でご説明よろしいですか。すみません、あの、今日ですね、あのニューロ光さんが協賛で、はい、この CM に、大泉洋さんがこういう感じで、CM をやってるので、僕も、この試合は、大泉洋さんを真似て、こんな感じで演奏してます。いいですか、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ということで今日はね、ニューロ光プレゼンツということで、はいはいはい、そうなんです、早い安いの早いの2人にね、今日は来てもらっていろいろと、はい、多分後ろもちょっとこう星空でちょっと光をちょっと、なるほどね、そこまであったんですね、はい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 、あ、そこまで全然読めてなかったです、一応そこやってみようかなと思って、はい、バックのあったんで、これがあったんで、なるほどね、はい、ただ残念ながら、歌とダンスはちょっと追いつかなかったと、全く追いつかなかったですね、すいません本当に、ただもう奈良さんは正直あの大泉洋さんで出てきてくれるんじゃないかなっていう期待はありました、はい、あの CRO はそう言ったんで、これはもう、うん、これ買わなきゃダメだなと思ってで、ヒゲも結構11種類ぐらいあったんですよ、いろんなヒゲが、そんなに、はい、ウエイトが、はい、で某ディスカウントストアで、はい、10分ぐらいこう品定めしてこれに落ち着きました、なるほど、はい、これに落ち着きました、で今飲水タイム終わって試合始まりましたけど、お、そっち相当早いな、お、お、お、え、CR 今何分何秒ぐらい、26分48.9、あー4秒ぐらい、4秒ぐらい。4秒ぐらい。飲水タイムって、もうずっと続くの、これ。今季はずっと続くでやってるね。うーん。マリーンズっていうか、ホームチームが決めれるのかな。ああ、そうやらないかっていうのは。マレーシアは常にやってます。まあ、そうだもんね。
暑いからやっぱりなんか動きもちょっと遅い感じにはなるし、まあ、飲水タイムもしっかりとってますね。そうなんだ。そうなんだね。その辺もまあ聞きたいよね。マレーシア。マレーシアあるある。マレーシアあるある。やっぱどのぐらいのレベルか。やっぱ一部の上の方のチームは、まあ、しっかりつなげて、まあ、外国人選手が多かったりとかはするけど、帰化選手とか多かったりとか、あのジョホールとかのチーム、その強いチームもあるし、けどなんか今年カップ戦は、リーグ戦はまたジョホールが優勝して、8連覇かな。そんぐらいだよね。なんか、ぐらい。うちが1回 ACL で、まあ、負けたでしょ。強い。あ、そうだ、ね。なんか、その時もなんか、6連覇だか7連覇だか、なんかそんな言ってたような気がした。鹿島に勝ったからって言って、記念 T シャツ作ってたって聞いたけど。そうなんだ。負けたね。そう、そこが、まあ、カップあリーグ戦は優勝して、カップ戦は決勝まで行ってたけど、クアラルンプールのチームが優勝し、2対0で勝って優勝して、そのチームが優勝したから、確か昨日かなんかが祝日になってました。え？優勝したからっていうなんか話で、多分祝日、なんか休みになってたところがあったみたいで。そんなあるんだ。それ、待って、国民の祝日。国民の休みってことでしょ？その地区だと思います、その辺の。あ、クアラルンプールに住んでる人は休みみたいな。祝日になってるよみたいな話を聞いて、と思って。で、CRO ってマレーシアって遠征とかで行ったことある？いや、多分ないと思います。僕ら、オリンピック予選で戦ってるんですけど、香港ラウンドで、多分香港に集まって試合したのと、そうあと日本ラウンドで日本で。ああ、集中開催ってこと？はい。それで多分2回戦ったことがある。あ、そうなんだ。僕らはそれでだけ。マレーシア行った記憶ないです。あ、ないんだ。はい。だおじさんがあのユース代表の時、はい、あれそんなに海外遠征ってヨーロッパとか行ってなかったから、はい、マレーシアは、まあ、結構行きましたね。へえ。東南アジア遠征とか多かったから。そうなんだ。そう。でもそ、もうほら、大昔だから、よくないかなっていう。昔、マレーシアめっちゃ強かったんじゃないですか。強っ。大昔、大昔。このね、そのおじさんのちょっと前ぐらいじゃない、多分。お前、強いって聞いたよ。そうですよね。そう。だから、クアラルンプールしか行ったことないから、はい。どうしても。やっぱり、かなりな、なんかクアラルンプールは。もう日本と変わんないです、都会で。日本人って結構多いの？日本人も結構いて、日本企業さんとかもめちゃくちゃ多いから。なんかそのイメージはあるね。だから今回、こっちで、デフの耳の聞こえない人と、なんだっけ、チャリティーマッチをヤクルトさんがやるので、まだ残ってるんだけど、その協賛の人と、日本企業さんがめちゃくちゃ多くて、本当にすごい、まあ、いろんな人がいますね。ちょっと今危なかったね。あ、入れられそうでした。ちょっと、カウンターから。カウンターから、周平のいいパスから、ちょっと危なかったんだけど、大丈夫。そうなんだ。なるほどね。え、クアラルンプールの次の都市って、って何？それは大都市っていうか。ジョホールですか、ね。第二の都市、ジョホール。多分ジョホールじゃないかなと思います。まあどうなんですか、ね。3つあって、僕もよくわかんないですけど、やっぱクアラルンプールはもう別格に都会です。地震のない国らしいんで、地震がない国らしいんで、高い建物がめっちゃあって、都会な感じはしますね。なるほど、ね。あんまり遊びに行ったことがないんで、わからないです、まだ。基本行かないんだ。基本行かない。街中とかも行かないし、まあ。コロナっていうのも、ロックダウンとかもしてたって言ってたもんね。そう、最近本当に2ヶ月前ぐらいに、やっとその州をまたげるようになって、それは州をまたぐためには、警察の許可が必要で、何しに行くとか、はい。ちゃんとそれが必要で、それがなくなったのが本当に2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月前ぐらいで。それからはみんな好きなところに行けるので、人が増えてきた感じですね。
そうだね。じゃあまあそんなにでもまあ行くわけでもなく、うん、って感じか。うん。けどここの今ケールンに滞在してて、クアラルンプールはめちゃくちゃ日本人もいるし日本食もあるし、まあ、日本のマッサージとかあの体のケアする人もいるし、うん、結構まあ、誰でもいる感じ、もう何にも不自由がない感じ。ああ、クアラルンプールだったら。はい。どれぐらいかかるの？クアラルンプールまで。僕が住んでるとこから。うん。でね、車で7時間で。お。何時間？はい。車で7時間で、けど飛行機だと1時間。あ、まあまあそうだね。けどなんかとりあえずコタバルっていうところを、出るとき、もう、シーズン終了しましたってなったときは車でこっちまで来て、すごい長かった。けど今年1年間本当にチームが飛行機使わないチームだったから、え？移動バスか。全部移動バスだったんですよ。なんで、僕ら上のタイに近いところ、タイにまで30分ぐらいで行けるところにいたんですけど、一番下のジョホールが一番下で、うん、そこまで車で15時間とかで移動しました。バスで。へぇ、5時間。なんか高校生みたいでした。そんな感じだよね。昔を思い出した。本当に。で、しかも、なんか最後ちょっと、怪我、ちょっとなんか、ハムの調子悪くなったんだけど、それも1週間で3試合やったの。練習試合。うん。で、6時間移動して、まあ、その日はもう45分でいいよって言われて45分試合出て、で次の4時間移動して次の日にもう1試合やって、うんうん、次の日、2日連続練習試合やって、で帰って2日休んで、で1日移動して試合したりとか、さすがにちょっと体が持たなかった。本当高校生みたいだね。高校生みたい。最後追い込みで練習試合めっちゃやってたから。けどそうやってなんか週もまたげるようになったから自由に多分やったんだと思うけど。あ、まあそういうことか。そう、大変だった。その移動だけはすごい大変だったけど、なんか面白かったかなって。いや、そういうチームはいないみたい。なんか、あ、そうなんだ。そうそう、すごいことするねってみんな周りは言ってて。え、基本はじゃあみんな飛行機で移動したりとか。うん、飛行機で移動したり、飛行機とバス使ってみたいな感じだけど。え、CRO、あれどうなの？ヨーロッパは。ヨーロッパは、スイスは全部バスなんですよ。うん、国がちっちゃいんで。うんうん、ああ。で、まあ、ウェファとか出るときは、もう飛行機。うん。かな？もうだって全部、一番遠くて3時間ぐらいかな、スイスは。うん、バーゼル上なんですけど、下のとこ行っても別に3時間ぐらい行けるし。基本バスです。で、マルセイユの時はチャーター。おー、そこね。結構ちっちゃい飛行機、うんうん、40人乗りとかそういうので、フランスは結構そういうの多かったんですよ。クラブのチャーターってこと？クラブは持ってる？それクラブは持ってないのかな。多分借りてんじゃないですか。お、まあ、毎回一緒かな。で、空港着いてそのまま上がらずにこうビューンって入っていけるんで、そんな感じでしたね。で、夜もだから試合終わって帰るから、うん、まあ、日本で泊まるじゃないですか、うん、チャーターだから、なんか11時とかでも普通に飛行機飛んで帰りますよ。あ、もうそのまま帰れるとね。そうそうそう、アウェー終わってそのまま空港を向かって帰るみたいな。あ、そうなの、ね、うん、だって今日本代表とかもそうだもんね。そう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 、ね、そうだよね。そんな感じです。そうなんね。結構ちっちゃくて、マルセイユって海じゃないですか。うん、揺れるから怖いんです。ああ。離陸着陸。そう、今揺れるで思い出したんだけど、福岡からね、もう多分2人覚えてないと思うんだけど、福岡の上で帰って、で、帰りの飛行機が、ものすごい揺れたのね。すっごい揺れたの。うん、もうジェットコースターぐらいに。はい。で、みんなうわーうわーって言ってるのに、一人だけ、シアロ一人だけ爆睡してた人がいるのよ、うん。びっくりしちゃうぐらい。その人が本山さん。落ちそうだもんね。もう覚えてますよ、マジで。覚えてる？はい。いや、爆睡してたというか、まあ寝てたんですけど、めっちゃくちゃ揺れたのを覚えてます。びっくりしたもん。
で、なんか三つ男が大丈夫っつって、ジジコ乗ってっから大丈夫って言ってたんですよ。何の根拠なんですか。分かんないけど、なんで僕は大丈夫だなと思って寝てたんですけど。そう。みんなすごいなんかもうびっくりしてるのに、元さんだけ恥ずかしい。なんだこの人はと思ったもん。本当。そうそう。飛行機めっちゃ揺れるんですよね。離陸着陸あの。そうなんだ。めっちゃ帰り揺れるんで。よく覚えてますね、奈良さん。いや飛行機の揺れってよく覚えてるね。そう、そういうの、そういうのは覚えてるんだけど、飛行機の揺れって言ったから、あれ、あ、急に思い出して。そうなんだ。ちょっとギフティングいきます。ありがとうございます。みえさん、みーさん、みえさんかな。チアロー、奈良さん、元さん、こんにちは。よろしくお願いします。いよいよ最終戦、そして今日は、50回目のマイバースで、欲しいのは鹿島の声、願いを込めて3000円のギフティングですと。ありがとうございます。リエリエさん、奈良さん、具志堅用高さんかと思ってちょっと笑わせないでください。これちょっと取れちゃうんだよ本当。確かにやんないと、ね。天さん、用事を済ませて遅ればせながら鹿ライブを開いて奈良さんしばらく時間が止まりました。笑い絶対最終節絶対勝利と、まあ、奈良さん説明しないとねこれね。そう、あの具志堅用高さんか、あと昔のほらヒゲダンス、まあそっちもなんか見えんのかなって。ちょっとごめん、本当すいません。今日はナーゴなのか、はい、ね、秋色なのか、うん、ね、そこもまだなんかすごい中途半端だし。そうですね。そうなんですよね。まあぜひぜひ、こうやって今日元のマレーシア話してますけど、聞きたいこととかあればね。具志堅さん面白いですね。具志堅さんは面白いね。具志堅さんで行こうかな。いや、違う、ちょっと違う方行っちゃうからな。ちょっと違う方行っちゃうから。違う方行っちゃうから。ああ面白い。ああ痛い。今ちょうど3分ぐらいかな。39分。今ジャンプした足蹴られましたね。うん、が顔に入って。はい。常本選手かね。うん。まあ前半今もう40分ぐらいですけど、奈良さんどうです？いや、最初はいい入りをしてたと思いますけど、なんか少しずつちょっとこう前にもボール入らずに。うん。ちょっとこう攻めあぐねてるかなっていう感じですよね。仙台がしっかり中央を締めて、うん、ちょっとこう外回りにされちゃってるかなっていう。そう、そこをね、いかに崩すかっていうのをね、やらなきゃいけないんだけど。で、跳ね返されて、はい、元さん、はい、アップです。アップ。アップしてください。こういう難しい展開には、あなたが必要なんで。ね、はい。出ます。アップします。アップします。あ、今橋本さん映りました。元の好きな。はい。トレーナーが。はい。橋本さん映りました。大好きなんですよね。本当に。ちゃんと仕事してました。え？ちゃんと仕事してました。してました。あ、本当ですか。うん。関先生と仕事してました。いやいや。あのね、ちょっといい、2人の初めての出会いは何歳？僕と浩二君ですか？そう。出会いは試合とかで、ほら、試合じゃないですか？高校生じゃ。地域ユースとかは？うん？地域ユースとかは？多分？もうそう、合ってたね。もうそっか。いや、地域ユースとか俺入ってないから。けどいいなとこ来てたもん、ね、高校生が見たのはもう高校1年の本山雅史ですよ。東福岡でボランチやってる頃のね。え、ボランチやったんだ。僕ボランチだったんですよ。そう、いや3年が結構ね、個性強いのいっぱいいたんですよ東。まあ小島ひろみとか。ああ、そこの前ね。とか、うん、で元ボランチやってたんです。そうです。そうなんだ。はい。じゃあそこでシアローが見たということね。
そうそう、あ、1年なのにすごいなと思って、うんうん、細いんですけどね。細いし、短パン短かったし、ね、細いけど、うまいなっていう。そうか。でも、対戦したのは、あれじゃない、沖縄じゃない、沖縄来なかったじゃん。ああ、そっか。けど、試合は見てるから、あの、大会は。そうそう。けど、直前に出なかった。うん。沖縄ってインターハイとか、いや、あの、新チームっていうか、3月ぐらいに沖縄で試合やったんですよ。ああ、フェスティバルのような。そう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 。うん、で、沖縄の地元の高校2チームと帝京と東で。で、決勝が帝京と東だったんです。結果は ?3-0。あれ帝京。さ、はい、その時に、元と宮原とかは温存してたんだよね。うん、手島のための。手島が3人ぐらい出てなかったんですよ。一緒になんかね、あの、どっかのチームの練習に参加させてもらってたの。ああ。それに行かなきゃいけなくて出れなかったの、あれ多分。そうなんですね。そう。で、めっちゃ強かった。だからもう東弱いなと思ってたんですよ。めっちゃ強い。それが何、じゃあ、高3の春ってこと？高3の春。ああ、そうか。そうそう、新チームスタートで。そう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 。次はインターハイスタートだった。で、インターハイの決勝だから。うん、そうか。うん。ね、もはや。うん、で、そこからの、あの、決勝でしょ？そうそう、その間は、あの、もうユースとか、ユース代表とかで。あ、代表にあって。U18 とか。うん。一緒になってるんで知ってますけど、そう。そうか。それぐらいですかね。長いね。僕はあんまり代表に縁がなくて、はい、なんか18、その17、18の代表初めて入ったんですよ。おお、そうなの？ちっちゃい頃全然入ってなかったんで。いや、俺も入ってないよ。だからあんまり多分会う機会がなかった。だから三つ男とかもね、うん、あんまり会ってないし。うん。まあ三つ男は結構入ってたのかな。三つ前から入ってたって言ってたから。うん、じゃあで、そばも入ってたんじゃない？じゃあ、ジュニアユースとかは全然絡んでないの？絡んでないですね。絡んでない。だって、鳥取にいましたもん。ああ、鳥取ね。けど、鳥取でさ、けど、あれでしょ、全国大会に出てたでしょ？全国は出たよ。全国大会に縁なかったっすもん。まあ、全く。いいなぁ。だって、小学校の時、全国大会出て、うん、最初に10対0で負けた時、すげえショックでしたもん。え、でもあれ、読売ランド行ったの？ジュニアランド行って、すごいよけど。すごい。いや、だって20分ハーフで10点ですよ。それ相手はどうだったの？山梨のなんかチームだったんですけど、山梨ね。どんな、何分に1点取られるのって感じじゃないですか。40分で10点だから4分に1点ですよ。いや、中田浩二少年はそこであれね、心少し折れちゃったんですね、じゃあ。心折れ、全国やっぱすげえなと思いましたもん。うん、羨ましいですよ。そうですね。それも経験ですもんね。うん。2人全国大会出てるから。僕、高校1年生が初めてだったんですよ、本当に。それが。へぇ。いい経験させてもらいました。で、今もう45分です、うん。アディショナルタイム2分。ちょっと難しい。ちょっと難しい試合になっちゃいましたね。はい。ちょっと決定機らしい決定機も。最初の綾瀬と、ヘディングぐらいかな。うん、ちょっとまあ中固められてるのに苦労してる。サイドのあのボックスのところまで運べるけど、そこからの工夫がないですね。そこのね、縦にパスさせたときはね、うん、いいんだけど、それがさせなくなっちゃったんで。結局ちょっと高い位置からも引っ掛けられないし、うんうんうん、逆に仙台にちょっとこう素早いカウンターっていうか、そこでちょっとこう裏返しにされちゃってるから、ちょっと嫌な感じかな。な感じですね。うん。けど0-0できたんで。0-0できたんで。しっかり修正して。しっかりして、監督しっかり。監督。監督。同い年の監督なんです。監督しっかりお願いしますよ。本当に。奥野さんは？奥野さんは2つ上。2つ上。そう。2つ上かな。で、佐藤さんは一つ下。あ、
洋平くんは一つ下なんです。洋平さん一つ下ですから。佐藤くんはね。で、ソガが同じぐらい。誰ですか？ソガが同い年ぐらい。そこはいいですか？流して。怒られちゃうんで。怒られちゃうんで。はい。っていうことで、前半、0-0 で。まあまあまあ、0-0。はい、終了で終わりました。まあ、奈良さん見ての通りですかね、前半は。ここ難しいゲームになっちゃってるかなという。まあ、一点、あそこで綾瀬がポスターってたところでね、取れてればって感じだったけど、はい、まあ、後半ちょっと期待しましょう。まあ、後半も元にまたマレーシアの話とね、まあ、今日はニューロ光プレゼンツということで、はい。ナーゴさんなのか、秋色なのか、秋色、はい、なのね、はい、その辺も皆さんに聞きながら、お願いします。進めていければと思います。それでは一旦休憩に入ります。また後ほどよろしくお願いします。お願いします。
ということで、戻ってくるかな、お二人は。ありがとうございます。ということで前半終わって、今ハーフタイムということで、今日は、ニューロ光プレゼンツということで、奈良さんが、はい、大泉洋さんの、はい、ね、ちょっと、ハーフタイムちょっといじろうかなと思ったんですけど、はい、やっぱりいじれませんでしたこの曲はい、まあそうですよね、はい、いじれませんでした、いじれませんでしたよね、はいはいはい、ということで、今日はニューロ光プレゼンツということで、簡単にちょっと説明させてもらいますけども、やっぱ速さですね、ニューロの売りとしては、まあ、これはお二人にも共通することだと思うんですけども、まあ、家族みんなで使うと回線混み合ったりする、うん、で、ね、ダゾーン見ててもちょっとね、こう遅いかなっていう時も、あのニューロ光なら、インターネット使ってもストレスなしで、家族みんながこう、見れると快適なんですっていうところですね。あと安さっていうところで今出てますけども、1年間ずっと、月額980円で利用できると、はい、早い安いです。前回はあの不快が出てたんで、ちょうどいいなっていう、コストパフォーマンスちょうどいいなっていう、そういうことですね、そういうことですねそういうことですね。2人にはちょっと言えないんですけども、まあ、本当あの早い安いでね、ニューロ光で CM でも話題の大泉洋さんの格好を奈良さんが、はい、もしかしたらニャーロ踊ってくれるかなと思ってたんですけどね。いや、この短時間じゃ全然吸収できなかったです、はい、そこまではちょっといかなかったと。もう本当すいません、ね、もう大台乗っちゃったんで、体が、そうですよね、体がもう全然ついてないですね、はい、っていう形で今日はニューロ光プレゼンツで、奈良さんがそういう格好をしてくれてると、はい、ということで、で今試合の方は前半0-0、はい、改めて奈良さんどうでした、はい、いや本当に最初の入りはよく、上田選手が決定機作ってたけど、その後徐々にちょっと仙台の仙台のゲームプランにはまっちゃってるのかなっていう、しっかり感じしますよね、はい、結構出てきてくれるといいんですけど、はいはいはい、引かれちゃうとね、今年は中固められちゃうとちょっとこう苦戦するなっていうところにはまっちゃってる感じです ね、 ね、だ今シーズンの課題としてるね、そういうところの、まあ、中央に人がいる中でどういうふうに仕留めるかっていうところは、後半をね、ぜひ、ね、はい、後半、そこをね、どう崩すかというところで、はい、どうやって得点を奪うか、まあ、今のメンバーもそうですし、まあ、交代メンバーですね、はい、まあ、仙台といえば、安は地元なのかな。かな、うん、宮城ね。宮城出身の遠藤もいますので、まあ、エベさんもいますしね、エベもね、今年結局1点では終われないですから、エベも、そうだよね、1点だもんね、だって去年20点、うん、そんぐらい取ってるでしょ、取れましたよね、取ってると思うよ、18、9、20ぐらいはですよね、だからまあ今年はまだ1点なので、うん、まあ、最後にちょっと爆発してほしいなっていうところ、ですかね、まあ、間違いないですね。で今日はマレーシアから元がね参加してくれてるので、はい、まあ、ぜひ元に聞きたいこととかあれば聞いてもらえれば、なんか質問、まあ、入れてもらえればなってコメント思います。あとスペシャルマッチも ありますので、後半はその辺もね触れていければ。おじさんだって体動かしてるんですか、おじさん。はい、はい、自分なりに精一杯頑張ってます。自分なりに。自分なりに。自分なりに近くに公園があるんで、はい、そこで一人でボール蹴ったり、うん、ダッシュしたり、ランニングしたり、一人で頑張ってます。なるほど。で、近くにあれなんですよ、こう午前中にこう動く時間があって、で、天気がいいと、はい、なんか幼稚園の子供たちが、
結構来るんですよ、その公園に。ああ、遊びにね。そう。で、帽子かぶってマスクしてるんで、ちょっとホボさんとかは。怪しい人じゃないですか。そうなの。そうなの。奈良さん、今の格好でやればいいじゃないですか。これで？はい。いや、これだったら多分捕まっちゃうでしょ。逆に不審者で。はい。そう、だからそこでスペースがちょっと少ない、ちょっと何ですか？ちょっとちっちゃいけど、スペースないなりに頑張ってます。はい、ちゃんとね。はい、頑張ってます。まあ、今、スペシャルマッチ30分後。まあ、元は現役だから。いけるでしょう。まだ動いてます。はい。はい、で、一応、元も、そのチャリティーマッチが終わってから帰国。まあ、今ちょっとね、情勢というか、日本のその入国のところが厳しくなったりとか。あとマレーシアに、まあ、来年もちょっとマレーシアでやらせていただこうと思ってて、でそのマレーシアに入れなくなるのが一番可能性もね、あるので、まあ、その辺の動向を見守りながらになっちゃうんですけど、動向を見守りながらなんですけど、現時点では出場できると、うん、いうことですので、はい、まあ、やっぱ元のプレーを見たいっていう人と、まあ、奈良さんはトークかなっていう。僕はトークで、はい、盛り上げます。もう5本なんて無理なんで、監督。もう、そうですね。まあ、30分は出ていただいて。はい、もう無理です。はい、当日は、どうしても来たいっていう人がいたので。え？そんなにいるんですか？はい。お、楽しみ。場内でも、解説付きじゃないんですけど、なんかそういう感じでね、奈良さんには。お願いしたいなと。太郎さんがどうしても出たいって言うんです。あ、もう名前言っちゃいましたね。もう言っちゃいましたけど。わかりました。ピッチ、はい、なので、で、はい、そうですね。だからそういうのもありながら、26日をこう、ね、に向けて、結構僕らやってますからね。この間も、こっそりとアカデミーの、スタッフとかと1対11やりましたから。ガチですね、じゃあ。ガチです。完全に。いつおも、やなさんも、プレイしましたから。すごいやばい。で、それは20分2本だったんですけど、ちょっとずつそこも増やしていってね。待って、シアロー、僕より上は誰がいるの？秋田さん。はい。長谷さん。はい。ジョーさん。え、ジョーさんって、ジョーさん？ジョーさんも一応。あ、わかりました。うわぁ。ぐらいですかね。うわ、すごいなぁ。あといるかな、あと下ばっかりじゃ。あ、そっか。だね。うん。あと、下、現役も、ね。本田さん。あ、本田さん。本田さん動けるから。本田さん動けますから。ぐらいかな。頑張ります。はい、なので、ちょっとね、長谷さんとか動けるかなって思ってますけど。長谷さんは、俺。お前、なんだよ、ね。でもね、いや、言ったんですよ。ハッサン、出るからにはちゃんと動いてくださいねって言ったら、分かってるよ、すみません。やればいいんだよ、ね、ちょっと痩せるよって言ってました。で、後半、周平交代です。お、モさん。川崎、木田、アウト。加藤、フェリッペ、カルドーゾが仙台入ってきたので、まあ、この辺どういう形でね。はい、っていうのは見なくちゃいけないかなっていう。ちょっとね。ちょっと前に出てくるんじゃないですか。うん、そんな感じな。前半ちょっとガーマンのカウンター狙いで、うん、かな。後半も、ね、出てきてくれると逆に後ろにスペースは できるから、うん、そういう時にひっくり返せるかで得点奪えるかっていうこともあるしね、はい、まあ、どこかのタイミングで出てくると思うんで、うん、そこをね、やっぱり見逃さずにね。はい。あ、今、後半が始まりました。始まりますね。秋田さんとかも、なんかね、今、昇格争いしてる。秋田はもう今2位なんですよ。うんうん、だから、次、勝つと、自動、ね、自動昇格。自動なんで。そうだって。だから、勝って、ね、そう、でもほら、ね、すごく、あれじゃないですか、なんか言いにくくねえですか、お二人。ないですか、秋田監督でチーム名が岩手って。確かにね。まあ、確かに確かに。ね。ちょっとかもう言っても、ちょっともう、はっきりしてほしいなって。どっちみたいなね。どっちっていうね。でも内藤さんもね、
ナールさんも宮崎の監督やられて、今だから1位宮崎なのよ、うん、そうですね。で2位が岩手で3位が熊本で、宮崎しかないんだよね確か。で宮崎が大衆戦ないもん、うん、で昇格もないの、そうライセンス的に。なので最終戦岩手と熊本が勝ったらその2チームが上行くのかな、うんうん、なんかその辺もあるし、まあまあ、北九州所属してたから北九州の調整とか、そうだそうだそうだよね、稲いるしさ、相模原の調整とかもさ見ながらだと、まあ、宮崎が残って宮崎が残ると J2 から J3 行くのは3チームになるから、そう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 、19位が助かるんだよね。そうですね、今多分相模原が19なんで、そうそこら辺そこら辺そうなの、そう、まあ、なんかね残ってほ、まあ、イナーには残ってほしかったりとか ね、 ねちょうどねチャリティーじゃないな、あの前座の試合行った時に、うん、イナー久しぶりにスタメンだったのよ、うん、でまあちょっと会ったりもして、でもすぐ交代したけどね、まあまあまあ、まあ、怪我したっつって、あ本当怪我したっていうか、まあちょっとふくらはぎがみたいな感じだった、うん、だけど久しぶりに会って、まあ、イナーも頑張ってるし、うん、でまあ、何気なく帰っちゃったんだけど、あの後からバチから連絡来て、そうだいるじゃない相模原に、あごめんもう帰っちゃったっつって、そうだった、そう梅バチいたのすっかり忘れてて、そうで、いいね、なんか可愛いね連絡してくれて、ちゃんとあの連絡はしてくれて小池さん会いに行ったんですけどって、でちょうどベンチ外だったのかなバチは、あへえ、この時は最近ベンチ入ってんだけど、うん、うん、すっかり忘れてた。まあそんなキャラな気がするわ。バッチバッチだからいいかなって。バッチだから。そう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 。でもまあまあそんなんでね、J2 今 J1 もね今日で終わりだから、もう一チームどこかっていうのもあるし、 J2 も残りね。だからこれシーズン終わりですよ、だから。だからアントラーズもね、まあ他力ですけど、これね、うん、勝って4位で。はい。超えてね、まあ、ACL っていうね、そうなの、それあるからね、そうそう、だからまあ勝てば4位で終われるので、うん、やっぱ4位フィニッシュできるようにしないとダメですよね、うん、まあね、うん、絶対ね、うん、だってほらこのねチームでやるのもこれが最後でしょ、うん、最後です ね、 ね、うん、そういった意味でも負けられないでしょ、うん、そう、アウェイ戦とはいえね。で終わりたいですよね。で、ほら、ね、ケントさんが力強く言ってくれたじゃないですか。ホームのね、最終戦の最後の頃、絶対勝ちますって言ってくれたんで、ね、はい。この言葉を信じて。信じて。はい、後半はやってくれるでしょう。点取ってくれるでしょう。ね。やってくれるでしょう。ほんと。3-0 ですからね、お二人は。シェロ2-0ね。2-0。だから、元さんは亡くなったのね、ほら、周平が。そっか。そうそう。周平の VAR が亡くなったんで。周平の VAR なかった。なかったですか、前半。なかった。なかったか。ちょっと今危なかったよ。危なかったですか。今ね、入り込まれて、ちょっとあわや PK かっていうところだったけど、うん、大丈夫でした。あ、奈良さんの方が早くなってる。今何分何秒、まあ、49分。30秒。俺がギャプテンした。うん。危なかったね。危なかったでしょ？うん。ちょっと際どいジャッジだったでしょ？ PK。うん。それこそ VAR 入りそうだったけど。逆ね、なんかね。あ、入んなかった。そう。見られても。見てる。聞いてる。入った。はい、やばいやばいやばい。いや、待って、じゃあ CRO の早い。逆転した。今見てるもん。うん、今見てる。今見てる。VAR 入ります。入ったら結構怪しいですね、これって。うん、あ、でもないかな、これは。大丈夫？うん、大丈夫だと思う。もう大丈夫、大丈夫。もうプレー始まってる。入れられて。よしよしよし。ああ、これ逆に取られない？ねえ。ねえ、だいぶ。シミュレーションですか？シミュレーションがなくなりましたよね、最近。ああ、そっかそっか。もう全然大丈夫ですね。まあ、大丈夫です。もう始まってます。ちょっとヒヤッとしたね。うん。プレーでしょ。やっぱ仙台前出てきてるね。来てるね、明らかに。
で、ここから早く出れるといいんだよね。じゃあチャンスは増えるかもしれないね。うん。うん、ちょっとね、ちょっと受けちゃってる感じもあるからね。それはある。ね、ちょっと受けちゃってるよね。もうセカンドボールも拾えないし、今。ここは、ここ我慢かな。確実に我慢かな。セカンドボール拾わないときついですね、こういうの。そうなの、そこね。うん、ほら、おじさんそういう、ほら、サイドバックだったから、はい、セカンドボール拾うとか、はい、そういうの、そういうの意識全くなく。うん、まあまあ、そうっすよね、奈良さん。中央じゃなかったから。うん、そう、そう、それをだからボランチとか元さんのそのセンターの人が拾ってそこでぐーっと行く人だったから、うん、でもだからあそこ拾わないと帰んないといけないじゃないですか。そうなの、そうなの。それは嫌だったでしょ。うん、もう帰んないと、もうこれ何回も言ってる、帰んないと怖いんだもん。最初はね、こっちで怖いんだもん。あの岩手だか秋田だか分かんない人でしょ。そう、怖いんだもん。言っちゃってんじゃないですか。言ってますけど怖いんですよ。いや、でもなんか、中盤で拾ったりとかしたら、サイドバックで時間が作れるから、うん、やっぱサイドバックはやっぱ、ね、奈良さんとか。いやいやいや、本山さん、僕ほら、時間作るとか、そういうこと全くできなかったから。いや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 。直線的ですもんね。直線的に行くだけでしたから。ガーって行ってくれるんで、行くだけでもやっぱり。行くだけでしたから。それはありがとう。拾えないとね、厳しく。うん、いけるかな。あ、ちょっと俺の方が早くなったね、これ。本当ですか。今52分45秒。いや、全然早いです、僕の方が。いや、いつ逆転されたんだろうな。ね。いつ逆転されたんだろうな。ちょっと今押し込んでますね。押し込んで、はい。ちょっとずつ。こういうとこだね。うん。イクマがでも今年だいぶ良くなったんで。途中から。前節も良かったし、その前も良かったかな。ねえ、うん。そういう中で点取ってほしいなっていうのは、うん、おじさん的にはありますけどね。あとこういう試合だとセットプレーですね。硬い、ちょっと硬いゲームだしね。うん。で、点取れると。非常に楽なんですけどね。間違いなく。ほんと。お早いわ。全然早いわ。全然早い。あとカウンターを、うん、よく防いだな。じゃあ、元さん、来シーズンも。マレーシー現役続行。続行。の予定で、今動いてます。はい。さすがです。さすがです。さすがです。もう20分とか30分やるだけきついっすよ、もう。ここいやいや、シアル僕が、あ今、アラーノに代わって安、イツミに代わってショーマですね。54分。やってた2人が、一緒にやってた2人が。うん。ショーマ、安が入ってきました。2人ともね、東北だしね。はい。ね、そうですね、はい。そうですね、山形と宮城。ね、うん。そうですよね。2人とも違い出せるんで。うん。変わった展開になるんじゃないですかね。ここでね、やってほしいな。やってほしいね。ね、ここでね、また難しい顔してるな、監督。いつもでしょ。そうなんですけどね。昔からじゃないですか。昔からなんですけどね。喋りたいじゃないですか、なんか。昔から。そう。喋り好きなんで。下唇が出ちゃうんですよ。難しい顔。今こうマスクで見えないんだけど、今絶対下唇出てるから。それあんま言えないです。同期だから言えますけど、そう下唇じゃ今出ちゃってると思うんで。同い年ってその2人ぐらいですか？アントラーズってこと？アントラーズなのか。あ、結構いますよ。監督やってる人結構いるし。あ、原田武雄さんとかか。そう、あとアビスパの長谷部とか。あとほら、田坂とか。ああ、田坂さん。大分の片野坂とか。あ、その辺みんな50歳。そう、みんな45年。そういえば、この間、奈良さん50歳になったのよ。あ、奈良さん、おめでとうございます。50歳に見えないですね。いや、奈良さん、どんどん言ってください。ありがとうございます。いやいや、でも50です。でも50です。この格好してたら50には見えないけど。
いやね、本当に白いものちょっとちらほら増えてきてるんで。ああ。もう50ですよ。でも監督も増えてきてますけどね、相馬さんも。監督は白増えてましたね。そうなの。はい、50ですから。だからちょうど50歳の時にラジオ来て、奈良さんが。はい。ね。ちょっとお祝いもさせてもらって。はい、メガネをかけたんですよ、50の。50のメガネ。はい。で、50のメガネをこの鹿ライブでもかけようかなと思ったら、主野郎がニューロプレゼンスですって言ったんで、違う、これだ、これだ、これだ。ちゃんと、一応、奈良さんやってくれるかなと思って、ニューロ光プレゼンスですって言っといたら、ちゃんと。そしたら、もうこれやらなきゃいけないと思って。でさ、奈良さん50歳で、メガネかけてきてくれたんだけど、ラジオじゃわかんないの。そうでほらキアローが上げてくれたでしょ。そう、それをうちの息子も見たらしくて、またやってたねって言っておりました。そう、ラジオじゃ伝わんないって言ってるのにずっとかけながらやってたから、ラジオね、ほらね、2人ともしてるけど、ほらうちでは完全に浮いちゃってるから完全に。そんなことないですよね。完全に浮いてるんで。今、ほら、誰もいないんですよ。家に。だ自由の空間なんですけど。ですよね。あ、いたら多分このズラを撮ってると思うんで。はい、でも、あ、そう、元、息子、うん、J3 デビューしたんですよ。ああ、おめでとうございます。すいません。いいんですよ、そんな、いいんですよ。他のチーム。はい、藤枝で。はい。あのちっちゃかったタクマが、もう名前言っても大丈夫ですもんね。またとか。逆まで。とかね。はい。こんなちっちゃいのが、今頑張ったタクマが。はい。よく、ご飯とか連れてってもらったんで、もう、めちゃくちゃ覚えてて。いろいろと本当にすみません。いやいや、奈良さんがもう厳しく育ったタク。全然厳しくないですね。全然厳しくないです。J3 でデビューして、はい、もう、試合も出てるから今。僕、北九州で一回あれじゃないですか。練習試合やってるんで。うん、聞いた、はい、そうなんだ。そうそんなんですね。そうから J3 に行ったっていうのは聞いてたんですけど、デビューされたんですね。ありがとうございます。デビューして、そう、もう勝利も上げてね。はい。では監督さんが変わってこう出れるようになって。そう、はい、だってすごいっすよね。1歳2歳1歳かな、あれ。ジョルジオ空港行った時って1歳ですか。そんぐらいですかね。98だからね。98。はい。だって、ジョルジ見送るって言って、タク俺に預けて行っちゃうからね。ね、本当に。はい。成田空港ね。ずっとタク泣いてるし。懐かしいですね。いいんですよ、本当に。そんなのは。18、19の俺、抱っこもそんなしたことないのに、ずっとこう。はい、ね。この時は本当すいません。こもりをしていただいて、2人にはこもりを、その年代にはね、本当たくさんこもりをしていただいたんで、2世、素晴らしいですね。ありがたく思ってます。すごいと思います。とんでもないです。もうね、ゴールキーパー、まあ、頑張ってくれればいいんですけどね。そのゴールキーパー、やっぱソガを見てゴールキーパーになったんですか。もう師匠ですから。本当に。まあ、もう師匠ですよ。絶対間違えてるじゃないですか。いや、師匠も本当にもうリスペクトしまくりですから、曽我さんには。しまくりですから。そこもずっと永遠の師匠ですよ。そうなんですね。間違いない。リフティングに行かせていただきます。ターコさん、中田 CRO、今日も叱られありがとうございます。そして奈良さん、本山さん、楽しいお話ありがとうございます。本山さん、髪切るの上手ですね。ありがとうございます。うん、確かに、自分で切ったようには見えないからね。もうちょっと短く切りたいんだけど、難しいですね。やっぱ美容師さん必要ですね。今シーズン最終戦、30周年を勝って締めくくりましょう。26日の皆さんの躍動も楽しみにしてますと。躍動できるかどうかっていうのは。特に僕なんてそうですよ。躍動できる。はい。躍動はできる。弥生さん、奈良さんと一緒に最終の美を。と来てます。最終、山形生まれの鹿島サボさん、今年も楽しい鹿ライブをありがとうございます。他力ですが ACL 行ける可能性があるので、今日何としても勝ってほしい。全力で応援します。頑張れ、鹿島アントラーズと。ギフティングでようこさん5000円いただきました。ありがとうございます。本山さんのお話が聞けて嬉しいです。
本山さんが出ていたマレーシアの試合も日本から配信で見ていました。2月26日の試合も楽しみにしていますと。おお、すごい。すごい。熱狂的な本山さんファン。スカシカコさん、1813円いただきました。ありがとうございます。奈良さんからものすごいコスモを感じます。来シーズン、今日も勝つしかないと。コスモね。トモキーニョさん、奈良橋さん、先月の話になりますが、息子さんの奈良橋拓磨選手のプロデビューおめでとうございます。そしていつも鹿島関連イベントの盛り上げ役、ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。ギフティング勝手にやってるだけです。渋谷正史さん、僕は5年生です。アメリカでサッカーを頑張っています。お、僕はゴールキーパーになりたいです。皆さんはどんなキーパーが怖いですか？あ、助かった。え、何？え、そっちの方が早いぞ。早いぞ。セットプレー流れから。おお、助かりました。今ちょっとエリア内に入り込まれて、うん、前でスラされて、はい、完全にもう、ドフリーで打たれたけど、サイドもなかったけど、吹かしてくれた。おお、なかった。ああ、危なかった。ちょっとかぶっちゃって、はい、ちょっとシュート焦っちゃった感じですね。そんな感じだね。ちょっとやな、あれだな。で、この渋谷雅史君は小学校5年生、どんなキーパーが怖いですか？あと、どうやったらディフェンダーに取られないパスできますか？ 10 歳息子が打ちましたと。お、すごいな。どんなキーパーが怖いですかって、ソガツさんみたい。見た目なのかな、ソガツさん。ここは僕、ノーコメントでいいですか見た目。そこだけ。まさしくん、まさしくん、キーパーですよ。はい、結局、なんかね、なんか、うちの息子はキーパーなんで、うん、だから、なんだろうな、なんか説得力になるか分かんないですけど、やっぱりこう、声を出す後ろから、うん、それはすごく大事かなと思います。そうですね。うちの息子結構やっぱ声出す。結構甲高いんで、うん、声出すし、やっぱ一番後ろだし、いろいろ見えるんで、そこはやっぱ大事かなと思います。キーパーが一番。キーパーね。はい。あと、元、どうやったらディフェンダーに取られないパスできますかって、これは元が、うん。ディフェンダーに取られないパス。うん、パスルームとか。まあ、相手、ん？相手が思いつかないところに出す。なんて言うんですかね。まあ、うん。まあけど、相手に読まれても、まあ、ボール1個分通れば、パスは通るので、うん、まあ、練習すれば。そうだよね。やっていくしかないよね。その辺も感覚になっちゃうよね、もう。うん、でもやっぱどれだけ練習するかじゃない、うん、うん。あとはそれを通せるようになったら、まあなんか、いろんな、まあ、新人、大野伸二選手みたいに、こっち向いててもそこ通せるようになるし、まあ浮き球の方がいいのか、ゴロのパスの方がいいのかっていう判断もできるようになるし、やっぱいろんなボール蹴ってみることだと思います。そうだね。球種もいっぱいあった方がね。うん、あと、やっぱ蹴れるぐらいそのキックの質を上げるのも大事でしょ。そうですね。ね。奈良さんとかもセンタリングめっちゃうまかったじゃないですか。センタリングとかうまかったじゃないですか。アーリークロスとかもそうだし。ありがとうございます。なので、そうだったっけ？いえ、全然ですよ。全然です。そうだったっけ？もうため息連発でしたからね、サポーターみんなには。いやいやいや、そんなことない。ああ、そう、それのまま帰りましたから、僕は。いやいや、はい、いや、それも蹴り込まないと、やっぱりね。その時間で帰りましたから。はい、いや、本当に蹴り続けるしかないと思うけど、うん、でも、キックってそんなもん、そしたらなんか、結構体が覚えたりとかっていうのありますよね。本当昔、めっちゃ蹴らさせてもらったよね、あの練習で。うん、トニーニョ・セレーゾさんとかの。セレーゾの時は、本当基礎練多かった。ね、1回目来た時めちゃくちゃ蹴ったよね、ボール。セレーゾもめっちゃ蹴ってくれたし。あの人、うまかったからね。うまかった、セレーゾ。そう。ほんと。なんで、もう、憎らしいぐらいうまかったから、あの人。はい。そうですね。やっぱり、ね、頭で考えるよりね、なんかやっぱり、蹴り続けた方がね。そう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 。ね、やっぱ考えてると、遅いっすもんね。そう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 、自然と蹴れればね、うん、プレイできると思うんで。はい。そう思います。いや、ちょっと、押し込まれてるかな。今、65分。はい。ちょっと完全に、CRO が言ってた通り、本当後半は仙台が前に出てるからね。
出てきてるから。中でちょっとっていう感じかな。うん、まあチャンスも作れそうな雰囲気あるけど。まあね。うん、出てきてる。なんかどっちもどっちって感じかな。そんな、まあ、決定機らしいのないもんね、後半は。お互い。一回ほら。変であったない。そう、吹かしたやつ。うん。アントラーズないもんね。ないですね。ね。ちょっと昭和、まあ、安あたりが。中盤でね。今、まあ、良太郎が真ん中で、昭和左、安が右って感じかな。でも、まあ、3人が結構流動的に。うんうんうん、おっ、うわぁ、相当早いぞ。相当、あ、今、おっ、うわぁ、このタイムロスは何だ。荒木がね、シュート打ったやつが、ディフェンダーに当たって、うん、ちょうどいいとこ行ったんだけど、うん、バーだな。バーに当たって上にこぼれたやつが、相手がクリアしてコーナーキックっていう。うん、そうだよね。あと振らないとね。こういうセットプレーが大事なんじゃない？うん。こういう試合は、マッチーに、マッチーにかけましょう。町田にね、そろそろ。だから席替えにとってほしいな。うん。上田も。あ、どっちか、センターバックどっちかにとってほしいな。うん。ですね。よく言うと、よく言えば。そう言えば。今、安が1本目、インスイングで蹴って、で、次、多分、太郎かな。逆かな、うん。これでね、町君あたりが決めてくれればね。はい。本当ね。こうやって固められると、本当セットプレーがね、一番いいから。ね、まあ、高さはあるから、あとはどう決めるか。本当そうだよね。いいボールと、いい入りと。そこは大事だな。ちょっと早いような気がするんですよね、今年。あ、入りがってこと？なんかちょっと下がりながらとかになるじゃないですか。ああ、もっと貯めろってことじゃん、試合のこれ。もうちょっとだから貯めた中で、こう勢いよく入っていく方がいいかなっていう。そういうことね。うん。秋さんとか結構その辺うまかったじゃないですか、岩政とかも。ああ、岩政。しながらなんかこう、いろいろ動くんだけど、最後そのタイミングとかはなんかちゃんと自分のタイミングで入っていくじゃないですか。要所要所ね。タイミングとか。そこに一番こういい感じで入れるようなタイミングで入っていくじゃないですか。そう、今ちょっとそれが早く入りすぎてるから、結局、あの、スタンディングのジャンプになるかとか、そんな感じになっちゃうんで。二人ともこう上から叩きつけたもんね。そうそう、ちょっとこう、ね、勢いつけて入って、ドーンじゃないですか。そうだね。そう。その辺がね。難しいね。結構あれだよね。なんかほら、今の若い人たちって空間認知っていうの？うん。そこがちょっと欠けてるところもあるでしょ。ああ。だからなんかサッカーだけやってると意外とそうかもしれないですね。あとね、ほら、近所でさ、公園で走ってるでしょ？はい。で、結構親子で野球やってる、いるの。で、子供とかも全然、フライとかあるでしょ？うん。全然違うところで待ってて、ボール取ろうとしてるから、えどうしたっていう感じで、なんか昔みんなで野球やったことあったじゃないですか。その話前回したね、奈良さん。あ、しました。それはね、それは受けますよ。そういう話になりましたよね。なんかサッカーではめちゃくちゃうまいけど、なんか野球ボールになると全然。そう、だからね、相馬監督は全然ダメ。ね。そう。監督下手くそでしたね。サッカー以外全然ダメ。確かに。三つは何でもできたよね。三つはそう、何でもできる。そつなく。で、俺、ラジオでも言ったけど、そこの、あの、ほら、お二人の同世代がね。同期二人ね。そう。二人がやっちゃったでしょ、あの野球大会で。もう、あれは信じられないぐらいだったけどね。ボール取りに行かなきゃダメですかっていうやつがいて、フェンスの向こうに行ってんのに、え、ね、いなくなっちゃう人もいるしさ。そしたらフェンス越えようとしたら引っかかってそのまま落ちる人もいるし。もうすごいよね。あれ面白かったですね。あれはすごい面白かったですね。いやでもよく俺よく集まったと思うよ。
そのときよく集まりましたね。よく集まったと思う。本当に。もうみんな個性違うんだもんなって。すごいと思うよ。はい、6人組は。うん、まあそうですね、その6人ね。そうあの6人ですか。その6人。だけどよく野球もやりましたよね、なんかあれ、本当集まりましたね、みんな。なんでやったんでしょうね。それもそうだし、なんかほら、なんかクラブハウスでもやったでしょ、よく。なんかノックとかさ。やってた、やってた。ね、はい、そんなことも今、ふとやってたなと思って。うん、確かに。またなんか、俊三さんにあの貸していただいて、ハイツでも一回やったんですよ。ハシマイツね。はい、ハイツでも一回やったんですけど、結構面白かったですね。もう覚えてるな。もう覚えてるな。覚えてます。ここめちゃくちゃ面白いですね。そうだから野球とかね、だから空間認知とか結構野球とかフライン取るのとか結構いいじゃないですか。うん、そう全然違うところね待ってるから。でも相馬さんあれじゃないですか、サイドバックでこうやってボール来たらピタッてちゃんと空間で止めるじゃないですか。あれやっぱちっちゃいボールだからダメなんじゃないの？あの時が、うん、今監督だからあの人って言っちゃダメなんだけど。ああそうですね。まあ。センスじゃないですか。で本当センスなかったもん。本当に。いや本当に。失礼なんだけど。あ、それも奈良さんしか言えないですから。僕は言えないですから。あ面白い。そうね、お、入った。入った。ちょっと待って。ちょっと待って。これから。よっしゃ。お、入った。入った。あっ遅いけど入った 2-0 すか入りましたよ。1点2点ってことですか、はい、コウ君のところと奈良さんのところで2点。ただ時差だね。時差いつかかな多分あの元さんのところはそろそろ来ると思います。そろそろ来るんです。そろそろ来るんです。そろそろピトカさん、ピトカさんがね、はい、おそらくクロスが入りました。はい、そんな感じです。入りました。オッケー。おい、してた。さすが元さん。あれ、これ誰も触ってない感じ？シアロ。誰も触ってないですね。だからまあクロスだろうけど、質がね、スピードが良かったのと、あそこ太郎ですかね。よくがちょうどブラインドになったというか。これなんかシアロ前回対戦もこんな感じじゃなかった？ラーノさんのやつ。そうでしたっけ？あのもう最後の最後で、うん、ヘッドプレーでちょっとふわっとしたのが荒野さんの左がそのまま入っちゃったの。前回仙台戦97分ぐらいで、あ後半にあの西村拓磨に入れられて、うん、で結構攻めあぐねて多分最後の最後で追いついたの。そんな感じ、うんうん、そんなんでしたっけ。そうでもこれ大きいね。大きい。今74分ですけど大きいですよ。大きいです。あと1点取ったら浩二君のあたりだね。そう、もう1点いけそうだな。これで仙台出てくるから、よりこれ、いやもう2点欲しいな。あと2点欲しいですね。相当タイムラグあるな。相当あるなこれ。あ、ちょっと爽やかになってます、相馬さんが。下唇出てない。出てないです、今。出てない。こんなマスクしなかったけど。はい。なんか生き生きし始めました。生き生きと。あれ、ピッツカはこれ何点目だ ?2 点目ぐらい、1点目じゃないです。2点目か3点目か。1点どっかで取ったな。リーグ戦？うん。そうなの。リーグ戦か。うん。もうさ、カップ戦とか天皇杯とかあるからね、なんかややこしいんだよね。ね、ああ、確かに確かに。リーグ戦、清水かな、どっかで取ったような気がするんですよね。あれなんか大分戦だっけ、すごいの打ったけど、ちょっともう少しってなったよね。緑、うん、あったよね。ありましたね。ね。いや、決めてくれましたね。はい。まあ、けど、どんな形であれ、まあ、どんな形であれ、1点は1点だし、うん、ちょっとね、ちょっと難しいね。ちょっとこう、拮抗した展開でしたからね。うん。仙台が今、3バックにしてきてるのかな。
関口変えて、ハチスカ入れて、多分スリーバックにしたタイミングかな。これはまあいい時間帯に決めましたね。うん。ここは。もう1点。もう1点。欲しいね、もう1点ね。うん。ここ決めたいね、これは。ですね。スカッとしたやつを、じゃあ次は。1点。そうか。ちょっと話変えますけど、はい。本山さん、マレーシアでは全然見れない、J リーグは。たまに YouTube で、なんか、ライブ配信やってくれてるところと、J リーグは。あと、ハイライトは見れます。なんですけど、ダゾーンは入ってきてないです。なので、はい。ほとんど見れない感じですね。うん。なるほどね。YouTube か。YouTube。なんか、日本に、今、マレーシアの選手で、日本に行ってる選手が、沼津の選手、一人だけいるんですよ。カディファイヤー選手が。で、岡山、去年も岡山だったけど、今年はレンタルで、沼津に。ですけど、うん、その選手しかいなくて、で今年ちょ怪我してて今やってないんですよね。その選手がもうちょっと活躍してくれると多分こっち側でも放送できるかなっていうのに期待してます。なるほどね、そういうこと。今日本人ってマレーシアリーグで何人ぐらいプレーしてるの？7人。一部二部合わせて、うん、けど一部でやってる人いない今。二部が7人なの？二部が7人ホールの2とか、あとはトレンガの2とか。で、僕らのチームに3人いて、うん、うん、とあと、クチンってチームに1人いて、え、1、2、あ、で、2部の警察のチームに1人います。ブルーノさんっていう、ブルーノさんっていうの、あ、ガンバから、ガンバのユースからかな。20。その7人だけ。7人。もうちょっとなんかいろいろ来てくれるとね、いいんですけど、なかなか入りづらい国みたいで。そうなんだ。うん、やっぱり俺、やっぱ東南アジアってタイにね。タイは結構ね。石井さんもだって、あの、移籍されて。ね、石井さんも監督、チーム変わったから。変わって。強豪チームだでしょ、タイに。そう。はい。強豪ね、はい、そう、タイにはね。着実にステップアップ。そうですね。はい、されてますよ、石井さんも。だって岩政教授もタイでやったでしょ。そう、やってました。はい、ね、タイで。岩政サーダーでしょ。ね、強豪チームでね。そう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 。やったしね。そうだ。タイはやっぱそこそこにね、金子とかもやったでしょ。うん。あ、そうか。船山もいたんだっけ。うん。だいぶ少なくなってきてるかもしれないね。うん。はい、そうか。そう考えると。まあ、今後ね、まあ、東南アジアとかにも日本人行くのかな。なんで、まあ、ちょっと子供たちのサッカーのレベルというか、戦術的なところだったり、基礎的なところだったりっていうのが、なんかまだまだなのかなと思うんで、でしかも今、クアラルンプールに日本人のサッカーチーム多分なくなっちゃったのかな。なんで。なるなんかあると日本人の方とかも嬉しいんじゃないかなと思います。あるといいよね。うん。そう思いますけどね。え、でも日本人学校あるでしょ？あります。たくさんあります。たくさん。そこに、はい、そこにはサッカーチームはないってこと？ないみたいですね。あららら。クラブチームにみんな所属してるみたいで。で、一人、地元のチームとかに入ってるってこと？そう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 。で、一人日本人で教えてるコーチの人がいるけど、その人はメインでやってるクラブチームではなくて、多分そこで、ね、教えてるコーチとしてやってるんで、うん、日本人がやってるサッカーチームは今ないみたいで、うん、あると便利だなっては聞きます、ね、うん、そうだよね、うん、絶対あった方がいいなと聞きますけど、ね、ね、そうなんだ。そうです。ちょっとギフティングを、轟の鹿さんに1121円、ピプカの番号ですかね。ピプカといただきました。アンセルさん、よしよしよし、ピプカナイスミドルシュート、ここ3試合狙い続けた角度からとうとう決めてくれました。このままクリーンシートでさらに得点を奪いに行こうと。ギフティング、ヤナナさん、2118円いただいてます。おああ。ああ、早い。ピプカナイスと、早い。対して、なんとしても勝ちましょうと。
コットンさん、2100円いただいてます。ありがとうございます。やった、自力で4一周し、センターバックにも得点してほしいと。ね、してほしいですね。はい、ギフティング、弥生さんですね、奈良さん、さっき優秀と最初間違えちゃったと。先制して一気にテンション上げ上げですと。はい、はい、はい、はい。プレイヤーのコメントで、川口優子さんですかね、こんにちは、奈良さん、今日は誰ですかと。ニューロ光プレゼンツということで、大泉洋さんですね、はい、はい、その、はい、光プレゼンツです、まあ、はい、うちの、クラブパートナーであるソニーネットワークコミュニケーションズさんの、ニューロ光プレゼンツということで、大泉、まあ、CM に出てる大泉洋さんですね、はい、扮してやってます、はい、はい、ありがとうございますっていう形でやらせていただいてます。はい、もう何回、5回目ぐらいですか、これね、説明。はい、そうですね。そうですね。すいません、皆さん。アドプリさん、2100円いただいてます。ピッツカ、ナイスゴールと。小林夏之さん、得点でもまだ試合終了でないから集中と。うん、はい、やっぱ点入るといっぱいコメントが来ますね。やっぱあと1つ、2つぐらい、ね。ちょっと普通ね、得点がね、ここ最近ないので。はい、もう1-0ばっかですからね。はい、1-0-0-0-1-0か。レッツ、大分、鳥栖。レッツ戦からでしょ？ね。そう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 、最後。ね。こっからね、ちょっとレッツ戦は2-0-3-0あたりで。危ない。あ、早いわ。早い、早い。危ない。どれ、どれ、本当？体張ってます、でも。今、イクマかな、うん、イクマじゃない。てるけど。まあ、逆を返せば、得点を取られてないってことなんで。まあね、体張ってね。はい。なので。水際では食い止めてますね。待ちか。ここは、みんな。今、80分過ぎました。あと10分、15分ぐらい。まあ。飲みます。まあ、でも、結構、昔も結構、1-0とかでも。まあ、1-0多かったからね、昔は。というイメージもあったし。うん。みんながやっぱ守備してね、やってくれて、僕はあんましてないですけど、みんなが守備して、そんなことないですよ。ここでね、カウンターとかね、やっぱり相手に怖さを与えてましたから、十分。そうそう、守ってるだけだとやっぱ辛いですからね。で、僕はこう、そつなくそういうところを前狙ってましたから。はい。行くなって言われますけどね、行くなって言われるんですけど。怒られてましたもんね。はい、行くなって言われるんですけど、そう、そつなく狙ってましたけど。いや、ここは耐え忍んでほしいですね、守備では。これはでも、反応してたのはセンターバック2枚ですからね。もう、この2人は、成長しましたね、CRO。しましたね、ちょっと。この2人ね。うん、だからまあ、ベンチには犬飼いも控えてますから、この辺の競争がね。うん、あとね、林くんもね、林選手もいるしね。林もいますし。ね。うん。ここはもう、競争ですよ。ですね。間違いなく。あと10分ぐらいかな。まあ、あと、後期が帰ってきてから、雰囲気はいいですから。安西はムードメーカーです。やっぱり。安西は面白いです。やっぱり、もう本当に、なんだろう。もう、すごいね、アップダウンもね。結構走りますね。走るね。うん。本当に。そこもすごいと思うし。あ、安さんが。どうしました？いや、ちょっと抜けたんですけど。オフサイドです。オフサイドです。まあ、CRO の方が早いから、モ、う、ス、ん、さん。はい。で、今、仙台が富樫に変えて、はい。稲川、うん。で、アントラーズも2人、綾瀬に変えて、エベラウト。うん。と、勝がいるから、両太郎かな？どっちだろうね。どっちかな？安西に変えて長門、うんうん、古巣だからね、長門選手ね。まあそうですね、仙台古巣って。いや、これでね、シアロエベさんにね、あ、そうですね、ね、最後点取ってほしいね、決めてほしいですね、はい、多分アディショナルタイム合わせると10分ぐらいあるかな、うん、あるでしょう。まあ交代時間もあったし、うん、ね、1本2本打てれば決めてくれるんじゃないですか。決めてほしいなぁ。秋色としては決めてほしい。うん。もう勝手に秋色になっちゃってるけど。秋色になった今日は。はい。
ナーゴではなくて。もうアキーロにしようかなと思って。ナーロ。はい。アキーロにしようかなと思って。なるほど。ちょっとお酒で違うね、名前ありますけど。まあ、もうテキーラなんですけど、すいません。うん、どういうことですか、まあ、すいません。ちょっとめんどくさい先輩ですいません、本当に。いやいや、そんなことないです。よくうちの嫁さんにはよく言われるね。いや、そんなことないですよ。お世話になってるんで、もう。いやです。とんでもございません。とんでもございません。さあ、残り10分弱かな、アディショナル。どう守るかになっちゃうんですかね。でも攻撃も見せたいですね。ちょっとね。まあ、そこはっきりしたいね。全体でね。うん、間違いなく。でもな。大丈夫でしょう。よく言えばね。よく言えば。もう一点。まあでも、勝つことが大事ですからね。あ、そうですね。ね。そこは。しっかりと締めてほしいですね。うん。しっかりと。皆川が入ったってことは、高さがちょっとありますから。そうだよね。まあ、町田席側だったら、まあまあ、返せると思うんで。跳ね返してくれるでしょう。ここは。まあ、あと、安とか、翔馬とかがね。うん。拾って、前に運んでくれれば。カルドーゾ、皆川でしょ。カルドーゾ、皆川。高さはあるからね。うん。ここは。間違いなく。で、ベラードがね。仕留めてくれれば。そうですね。それがいいですね。間違いなく。相手、エベさんも、そうですね。そうね。あー、ファールか。相当早いな。そうですか。87分23です、今。ん？今ファールだもん。今ファール。うん。サクサクなんで、早いなんで。そう。早い、安いですから、こっちなんで。そうね。ニュー光ですからね。はい、はい。後ろもコスモですから、後ろも。関係ないから。コスモですからね。お、抜ける。ごめん。もうちょっと5位いんだけどな。今度抜けた。遅れてます、ね。ああ、遅れ、相当遅れてるな。遅れてる。おお、これね、本山さん。はい。マレーシアって何チームあるんですか、一部、そういえば。ですね、多分10チームずつぐらいです。上10、下10。上10、下10。そうなんだ。そうですね、はい。そこで、そこで上と下が何こう優勝してとかないんでしょ、そういうの。優勝したら終わり？昇格降格。変わりですね、2チームずつが。下は昇格降格は、はい。昇格降格あります。うん、で最後、カップ戦が1部と2部 全部でやって、予選を4チームに分けて20チームを下2つが多分出れないですよ、上も下も、で、8888で4グループ作って、4444で4グループ作って、で、1部と2部で4グループ作って、試合して、トーナメントで最後決める感じです。そういうことね。そうなんだ。なんで、2部のチームは、そこがなんか貴重な、ちょ1部とやれる、あれなんで、楽しかったですけどね。そうか。そうだ、結構、そんなに差はないの、1部、2部で。いや、やっぱりあるね。あるんだ。うんだ。やっぱりあるけど、上の、2部の上のチームは勝てたりはする。うん、けどそんなに点数が4点とか5点とか入ることはなくて、まあ、1対0とか2対0とかにはなるけど、まあ、力の差はあるかなって感じはする。やばい、おー、ナイス。わー、ちょっと待って、もう全然いってない、そこまで。やばい。お、安心してみます。体張ってますよ。今のも関側かな。はい、生駒さん、体張ってますよ。いいです、ね、90分、これで今90分になります。何分ですか？何分ですか？ 4 分。おお、長い。4分長いな。いや、大丈夫でしょう。うん。大丈夫ですか？危なかった、今のも。体張ってますよ、でも。肉もよく張りましたね。しっかりと、エリア内で。うん、いや、2人体張ってましたね。常かな、もう1枚は、はい。大きい。大きいです。ちょっとこのね、ひげがね、かゆくなってきたからね。もういいんじゃないですか、ロスタイムなんで。いや、ダメですよ、ダメですよ。最後まで。怒られる。最後まで。怒られる。アキーロ、アキーロ。
黄色ですから。厳しい。黄色ですから。今、ね、ジーコさんも映ってましたし。あ、本当だ。自分喜んでましたね。喜んでましたね。うん。先生した時は。いや、喜んでますよ、本当。ジーコさん、ずっとじゃあ今年1年日本にいたの？途中帰ったかな。あ、本当途中帰れたの？あの、オリンピック期間中？おお。うん。よかった、ね。中断してたから。うんうんうん。でもまあ、基本はこっちにいてくれて。そうだよね。たまには帰るの疲れちゃうしね。そう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 。一番遠いところから来てくれてるんだもんね。はい。そうね。ありがたい。ありがたいですね。うん。ないですね、本当に。本当にね。うらやましい。でも本当うらやましいですよ、おじさんにとっては。2人は海外でやってたっていうのは。いや、でも奈良さんも海外願望ありました？ありましたよ。うーん、ありましたけど、やっぱこれ、ね、時代が全然違うじゃないですか。あ、そうですよね。はい、全然違う。僕らの時もそこまでね、ちょっと、まあ、奈良さん寄りだったもんね。多くはなかったし、なかなか移籍できる環境ではなかったから。ね。うらやましいですよ。今はだってもう行きたいタイミングで行けたりとかもするし、そう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 、うん、そういう環境ではまだなかったんで、全然ね、移籍金とかも高かったし、うん、そう、だからまあ今太郎に変えて、犬飼いを釣りバックにするのかな、もう完全守りで、これだから伝説もそうだったでしょ。そうそう、最近よくやりますよ。よくやるよね。はい、完全にね、5枚にして。そう。3、4、2、1みたいな。3、4、1、2か。いい感じでね。本当に割り切ってね。そう。まあ、これでいいんじゃないですか。そうですね。ね、もうそれで、メッセージ、ね、はい、うん、メッセージもこもってる交代ですね。進めてくれれば。そして、あと、もう1分、2分。今、エベラードにイエローカードか。これ勝てば4位キープでしょ。4位も確定です、ね。あとはもうフロンターレの天皇杯次第。そうか。フロンターレが優勝すればってこと？優勝すれば枠が一つ増えるので、プレイオフに。いけると。いけるのかな。プレイオフか。うん、天皇杯、どこが残ってる？今、セレッソと、浦和。浦和、うん。で、大分と川崎。おかな。あれ、天皇決勝いつだっけ？ 13 じゃなかったでしたっけ？早いんだよね。うん。そうだよね。19か。うん？でも早い。クリスマス前で終わっちゃうもんね。終わります、終わります。そうだよね。だから、多分 CRO の方がこの試合早く終わるんで、もう終わりじゃない？こんなもんじゃないですか。まだです。まだです。まだ？まだです。でも CRO は叫ばないから大事だな。はい。じゃあ僕は終わったあれを見せないですから。いや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 、ちょっと出ちゃうから、絶対出ちゃうから。絶対出ちゃうから。絶対出ちゃうから。そこは。出ますかね？出ますよ。いや、多分出さないですよ。だから気づいてください。だからもう今どうなってるかも分かんないでしょ、実は。そうですね。もう終わってるかもしれないですね。全然分かんない。こっちが遅いのに、こっちが遅い、全然出さないね。うん。これもう終わるんじゃない？もう終わるんじゃない？え？もう終わるんじゃない？もう。何の探り合い？なんでここでやってるの？何の探り合いって本当ね。駆け引きやってる。元が一番もどかしいでしょ？分かんないから。これはもう終わります。相手のゴールキック、これ多分蹴って終わりです。終わりました。はい。終わります。終わりました。終わりません。終わりませんでした。エベラウさんが跳ね返して、うん、今仙台が、はい、急いでます。はい、終わりました。ということで今日は1対0で見事いつかのゴールで勝ちました。いや、で今日最終回ですから、まあ、最終節ですから。そうだ。シカライブ。なので、まあ、ちょっとね、最後なので、質問コーナーかなんかを設けさせてもらえればと思いますので、もう少しお付き合いくだされば。嬉しいなぁ、でも買ってくれて。はい。これは。そうですね。一応コメントだけ読んでおきますね。神奈川の鹿さん、今日買ったら50歳メガネかけてくださいと。笑いに。いや、ほら、ね、
やっぱり秋色だから、うん、ですよね。色だからね。あとシビラさん1809円いただきました。最終戦勝って終わりましょう。試合ないの寂しいな。エベさんのゴールみたいですねと、来てます。綾瀬とエベの18番9番で1809円かなと、はい。まあ、今日シカライブ最終回ということで、まあ、ニューロ光プレゼンツということでね、クラブパートナーのソニーネットワークコミュニケーションさんの協賛のもと、奈良橋明さんと、元山雅史さんゲストに迎えてね、最後3人でちょっとやってみましたけど、どうでした奈良さん、ちょっと質問来るまで。はい、ゲームを、まあ、勝ってくれましたし、うん、ホーム最終戦、あ、ホームじゃねえな、今シーズン最終戦、うん、で今年最後のシカライブ、うん、勝って終わりましたし、まあ、何よりもやっぱり2人といろいろこう楽しいトークをさせていただいたので、秋色は楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今からもしかしたら見る人もいるかもしれない。言いましょうか。ニューロ光、あ、奈良さんどうぞ自分で。ニューロ光さんが協賛で、その CM で大泉洋さん、洋さん。洋さんね、大泉洋さん。すみません、大泉洋さん。こう真似してます。はい。はい、この CM。決して具志堅用高さんではないと。違います。はい。ゲダンスのおじさんではありません。で、トータルテンボスの、違いますからね。はい。はい、違うってことですね。それに、はい。中澤裕二でもないってことですね。違いますよ。違いますよ。違いますよ。はい。違うわけですね。はい。と、はい、いうことで、元。はい。そうですね。僕はちょっと試合見ながらではできなかったんですけど、うん、マレーシアはちょっと通ってないんで、でも、まあちょっと奈良さんと浩二君の解説を聞きながらと、まあ本当に楽しい話だったので、もうあっという間の2時間、2時間、1時間半。いや、90分、サッカーは。90分。うん、まあ、その前からちょっと話してたのもあって。まあね、そうだね。はい。まあそれはもうあっという間だったんで、またぜひ呼んでもらいたいなと思います。で、今日も勝って、まあ、ちょっと優先出れるかどうか分かんないですけど、ね、出れたらまた ACL とかで、うん、もしかしたらマレーシアに来るかもしれないし。そうだね、そうだ。もしかしたらね、行く可能性もあるから、その時はまあ元も一応ここでね、続行と、現役続行と言ってくれましたからね。ですね、それ嬉しい。ありがとうございます。はい、クラブが行けばサポーターの皆さんもね、うん、応援しに、ね、来るかもしれないし、はい、ついでにこう元のいるとこ何でしたっけ、クアラルンプール。あれですけど、ちょっと来年は変わるかもしれないけど、うん、まあ、コタバルにもいるかもしれない。コタバル？わからない。うん、コタバル。いるかもしれない。にもね、ぜひ、マレーシアにもぜひ行ければいいなっていう。そしたら俺も、奈良さん、僕らも行きたいですね。いや、ぜひ。ね、ぜひ行きたいです。普通の格好で行きたいです。普通の格好で来てください。で、ギフティング来てます。アンスヌさんから5000円いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、勝てた。奈良さんの奈良泉と、モテヤンのニコニコ笑顔が最高でした。ジーコ最後に見せられてよかったです。ほっとした。本当は優勝したところを見せたかったけど、また来シーズン頑張りましょうと。ヒロさん、3000円いただいてます。ありがとうございます。最終戦勝ってよかったです。モトさん、ぜひまた来てくださいと。神奈川の鹿さん2100円いただいてます。ありがとうございます。最終節勝ててよかったです。よかった。ゴールに追い岐阜です。今年も楽しい時間をありがとうございましたと。木綿豆腐さん、12月26日お三方の意気込みいかがでしょう、楽しみにしていることなどあったら教えてくださいとありますけれども、はい、そうだね、12月26日スペシャルマッチだから、まあ試合は終わりましたけど、まだ僕らの試合が1試合残ってますから、はい、そうだ。まずはじゃあ奈良さんから。僕は自分なりにこう自分精一杯プレーをさせていただきたいですし、ピッチ外でも盛り上げていければなって、そっちの方が多いかなと思うんですけど。そうですね、ちょっとあの方来ちゃうんでね。はい、はい、あ、だからあの方来るんで、もうプレーはもうあの方に任せます。はい、プレーは、はい、はい、プレーはどの方ですか。プレーってですか、2番、新しい2番という。ああ、そっちですか。はい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 。アツトってことですか。はい。
ああ、アツトもね。はい、あの方は。喋る方です。喋る方です。ああ、喋る方ね。はい。喋る方、多分、怖いって言われると思うんで。はい。はい。そっちの方で、まあ、プレイも自分なりに頑張りますし。はい。やることいっぱいですね。盛り上げられればなと思います。頑張ります。お願いします。元も。はい。僕も帰れることがもう久しぶり、1年ぶりになるので。鹿島に帰れることも嬉しいですし、みんなさんに会えることも嬉しいし、うん、やっぱ選手、まあ、三つおとか、コーチとか、おじくんとか、奈良さんとか、まあ、本当にみんなに会えるのも楽しみにしてますし、まあ、ユースの子たちにもなんか刺激を与えられたり、うん、自分を刺激もらえると思うんで、すごく楽しみにしてます。またぜひ見に来てください。お願いします。まあ、本当に三つおも柳さんも、で僕もやりますし、まあ、元もそうだし、野沢も篤人もね、本当にたくさんの OB、まあ、本田さん、奈良さん、秋さんとか、歴代の上の方たちも来るし、下のね、メンバー、まあ、呼んでないんだけど、船山とか川又とかも。言っちゃってるし。名前出ちゃいました。あ、もう普通に出ちゃいましたよ。あ、出てました、漏れてました。でもまあ、なんかみんなでこう、やっぱりアントラーズでプレーした中でね、こう、はい、やっぱそこの厳しさとか、プロのね、選手としての厳しさとか、うん、いうのもアカデミーの選手に知ってほしいと思うし、あとはもう、ね、来ていただける方にはもう楽しんでもらえるような、多分いいイメージで終わってるんですよ、僕ら。だからそれを残さないとね。そうね。うん、笑われるだけでは良くないので、ね、ちゃんとやっぱいいところを見せられるようにしっかりと、もう残り1ヶ月切ってますから。はい、年を取ってもね。そうね。健在だぞっていうところは。はい、であと、まあ、現役の、選手たち、まあ、綾瀬とか、町とか、昌磨とか、まあ、安もそうですね、そういう選手たちも来てくれるのでね。嬉しいです、ね。本当、みんなでこう楽しみながらやれるといいですよね。嬉しいですし、まあね、秋田さんがどのぐらい出てくるのか楽しみですね。秋さん、動けるかな？あ、ほら、それもそうだし、そこもそうだし、なんかこう、何？ほら、CRO 監督だけど、はい、監督以上にね。だって監督以上にうるさい人いっぱいいるじゃないですか。元キャプテンとか。そうだね。元キャプテンとか、はい、3番の方とか。そうでしたね。はい。忘れてました。はい。ちょっとどうしようかなっていう気はしてます。そこをうまくまとめてくださいね、監督。え？まとめてくださいね。いや、ちょっと怖いんで。うるさい人。そう、うるさい人多いんでね。ちょっとどうしようかなと思ってますけど。その辺はうまくやれればと思ってます。小池さんですね。元山さんって常に穏やかなイメージです。怒ったりすることはないんですかって来てるけど、ないです。いや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 、ありますあります。うん、はい、ないね。ありますよ。ないよね。うん、あとね、リエリエさん、帰国したらまずはどこに行きたいですかって。ああ。まずはやっぱり実家、まあ、隔離があるんで、うんうん、まあそうだね。隔離ができればいいなと思ってるんですけど、まあ、できなかったら、鹿島に、はい、行きたいですね。ね、お待ちしております。いいとこですね。マリーさん、リフティングで3000いただいてます。ありがとうございます。今シーズン、鹿島に行けませんでしたが、アウェーで3回行きました。4歳の次女もルールに興味を持ち、みんなで楽しく現地観戦することができました。来シーズンこそ優勝を期待してますと。そうですね。来シーズンは。とね。なんとしても。取りたいですね。もう国内で、2018ACL 取ってるんですけど、国内でいうともう5年ぐらい。取れてないので16年以来ですか ね、 でもね16年が2つ天皇杯とリーグ取って そこから取れてないと思うので、まあ、来シーズンはぜひそこにチャレンジしていかなくちゃいけないと思いますし、うん、ACL も出れるとねやっぱりまた勝ってくると思うので間違いないタイトル取りたいですね取ってくれないとね本当に三重さんですね、シーズン最終戦勝利に5000円いただいてますありがとうございます力ライブ最終回お疲れ様でした試合見ながらヒヤヒヤイライラでしたが3人様の音声を聞いてゲラゲラで忙しかったですあ先ほど読み上げていただいた際に50と言っていただきましたがプラス4です
来シーズンもお会いすることできることを願っております。あ、ということで僕より4つ上ってことですか。そういうことになります、ね、そういうことになりますよね、はい、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます、小林夏之さん、最終節勝ってよかった。中田シアールを含めスタッフの皆さん、シーズン2ありがとうございました。来シーズンのシーズン3ぜひともよろしくお願いします。早い早い、決定ですか。これは決定ですか。決定かな、これシーズン3。いやいやいや、決定だ。シーズン3ね、検討させていただきます。決定だ、これ決定だ。もう早い、名言は避けましたよ。名言は避けました。ギャナダさん、2106円いただきます。はい、ありがとうございます。今シーズン最後の鹿ライブありがとうございました。お三人のトークとても楽しかったです。26日楽しみにしています、とありがとうございます。ありがとうございます。トトちゃんさん、7110円いただいてます。ありがとうございます。はい、最終戦勝ててよかった。4位でよくやったとも言えるけど、横浜 SC 戦がもったいなかった。奈良さん、元さん、鹿ライブも楽しかった。来年はタイトルを期待します。お願いします。ですかね、鹿ライブも楽しかったら来年タイトル期待してますということですね。で、あと渋真由さん、元さん、さっきのボール持ったところもう一回見たいです、スクショしたいです。これあれですね、この辺がいいかな。そうだね、ボール持ち歩いてんの意外と。そうなの。そう、やっぱりいつでもどこでもサッカー小僧だね。すごい。サッカー小僧はそうなんですよね。はい、あ、僕後ろにでっかいのありますから、後ろに。いや、ち、急だ。でっかい、でっかいのがある。大きすぎる。大きすぎるね。大きすぎるね。うん。学校だ。ということで、今日はね、ニューロ光プレゼンツ、地下ライブシーズン2最終回ということで、はい、お二人に、参加いただきましたけど、改めてこう、今日も楽しんでくれただろうなっていう、ファンサポーターの皆さんに一言ずつお願いします。はい、はい、すごくあのシカライブ、今年最後、今シーズン最後のシカライブすごく楽しかったですし、まあ今年は今シーズン残念ながらタイトルは取れなかったですけど、まあ来シーズンはね、取ってくれることを信じて、これからもしっかりと50になりましたが50なりに、おじさんなりにサポートしていきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもっと、今日は今シーズン初めて参加させていただいたんですけれども、すごく楽しかったですし、あの試合はちょっと直接見れなかったんですけど、解説とか聞いてて、まあ、若い選手がどんどん育ってきていって、まあ、ディフェンスの2人も中心として体張ってゴール守ってるあの姿とか聞くと、まあ、来シーズンはきっとやってくれるんじゃないかなと期待してます。やっぱりちょっとタイトル取れてないですけど、僕がいた時もそういう時期ありましたし、まあ、その間でも皆さんがサポートしてくれて、その先にはやっぱり3連覇とかにもつながっていったので、またみんなで来シーズン以降応援よろしくお願いします。僕もできるだけサポートしたいと思うので、またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今シーズンの鹿ライブも今日で終了ということで、本当にね、たくさんの OB ゲストに出ていただいて、まあ、最後締めくくるのにふさわしい本山さんと奈良さん、どうだろうな。僕は、まあ、僕はいいんですよ。僕はおまけですから。はい、いやでも本当に、OB とね、いろんな形でこう楽しむことができたのすごい良かったなと、思ってます。で、最終戦しっかり勝って、よかった、できた、来年こそはね、しっかりと、タイトル取れるように、また選手も頑張ってくれると思いますし、またフロントチーム一丸となってね、戦っていきますし、また OB の皆さんにもこう ご協力いただきながら、本当にね、あのみんなでまたやっていきたいなと、そのためにやっぱファンサポーターの皆さんも一緒にね、戦っていきたいなと思いますので、ぜひ、来シーズンスタジアムにいらっしゃることもそうですし、またシカライブあれば楽しんでいただければと思っております。やりましょう、やりましょう。今シーズンもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたお疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。